よし、今回から狂月やってくぜ。このタイトル画面から出てるさ、ちょっと奇妙な感じいいんだよね。はい、もう特に喋ることないんでやってみます。初めから、どれだこれか。お、なんだなんだ、もうなんだっていうか、あいつ誰だ。注意事項、本作品には多少の脅かし要素や残酷描写など、あ、もう絶対読めない。はい、もうみんな止めてみてね。多分なんかショッキングななんかだと思う。お、すげえ、お、すげえ、プレゼンツバイスリ、すげえ、なにこれ、月光じゃん、鬼塚千尋じゃん。あら、かわいい。おお、すげえな、すげえすげえ作り込まれてんだで、いやな、惹かれたのがこの主人公的な感じのこのさ、イヤホンつけたやつなのかな。これ多分主人公っぽいよね。あずさ、山本あずさか、真野あずさか。みちる、ちゃんと人の話聞いてた？音楽しか聞いてなかった。こんな喋り方じゃないの、多分偏見で喋っちゃってんだ。もうなんでよ、まったく何をそんな真面目に聞いてるのよ。クラシックだよ、こういうのなんか落ち着くんだよな。そっか。で、嵐って？あ、だからね、天文部で天体観測ついでにお月見するって話したでしょ。すごい、天文部で天体観測ついでにお月見するっていうワード言いづら。今日は十五夜だし、部活外の友達も誘って OK だって。せっかくの機会だし、みつるも一緒に行こうよ。うわ、結構なリア充感出してきたな。行かない。聞こえない聞こえない、こっちだって聞こえねえよ。行かねえよ、今日は予定があるから行けないって。お、いいね。うー、残念。いやでもこれ多分ね、いずれ絶対に行かされるパターンのやつじゃないから。悪いな、じゃあ俺も帰るから。はい、また明日ね。普通に帰れんだ。グッドエンド、変わらぬ日常。え、嘘、こんなのね、もう行くに決まってんだよ。彼女作ってパーリーよ、パーリー。今日は病院に行く予定だったけど、いいよ一緒に行く。いや、病院には行った方がいいんじゃないかな。病院、さすがに病院には行った方がいいんじゃないかな。あ、今日はおばさんのお見舞いに行くだっけ。本当にいいの。しかも何、このみつるのお母さんのお見舞いを差し置いて行ったところで、どうせ母さんに会えるかわからないし、病院は明日行くよ。わ、なんかこの主人公なんかあったんだな。うん、じゃあ部室に行こう。みんな集まったら屋上で準備を始める予定になってるから。わかった、でもその前に先生にプレイント提出するから。オッケー、いい感じじゃん。なんか俺、ホラーゲームの最初のこのあんまり怖くない時間って大事だと思うんだよね。めっちゃついてくる。程よい距離感を空いた後のすごい急接近、すごいな。これか、ノートを見る。決定調べる、キャンセルメイン、走る、早送り。走れんの？わ、走れる。同じスピードでついてくる。プリントを取る。プリントを入手した。うわー、いいね。思考するってなんだ。あ、思考するっていうのがあるんだ。資料、アイテム、プリント。思考するっていうのは、あ、困った時の探索のヒント。いいですね、いい仕事してますね。こいつか。うーん、さっきの授業で12人も眠ってたな。他の授業はそんなにつまらないだろ。まあ10人眠ってる。つまらないから眠ってんじゃなくて、眠てえから眠ってんだと思うぞ。ねえみつる、生徒の目をはばからず思い詰めてる先生にプリント提出するんじゃなかったっけ。あー、これメニューから渡す感じか。こうか。先生、この前の課題提出します。おう、早いな、もう解いたのか。あ、それ昨日の宿題だ。やっばー。うわ、すごい、俺もよく言う、やばって言う。やべ、やば、やばくない、これよく使う。語彙力がなさすぎんだよね。新岡も神崎を見習って期限内に提出しろよ。全書します。あ、全書しますっていうワードを使えるってことは、こいつ頭いいぞ。もうみつるは真面目なんだから。暇だから仕方ない。だったら私の分やっていいよ。なんか怒ってくれるならいいよ。お前ら、それ先生の前で喋んなよ。教師の前でそんな会話するんじゃないよ。ほんとだよ、ちょっとオカマチックになっちゃってるじゃねえかよ。で、どうすんだ。部室に行くみたいなこと言ってたっけ。おお、一人じゃねえか。ガリベガリベ。いやー、神崎くん、この間の小テストどうだったの。悪くはない。
神崎君で塾とか行ってないのに成績いいよね。羨ましいな。ちゃんと家で勉強してるよ。特にやることもないし。それでもすごいと思うけど、僕も家で勉強できたら塾なんて行かなくて済むんだけどね。この前なんか塾行く途中で他校生3人にカツアゲされて大変だったよ。カツアゲ？大丈夫だったの？天の助けがあったというか、もうボーボボ好きだから、ところ天の助が出てきた。まず何があったか知らないけど、何事もなくてよかったな。すげえ、こういうのもちゃんとあるんだね。ぼっち男子神崎さんの庭さんってやっぱり付き合ってるの？クソが。あー、幼馴染だからね。もうあっち向いちゃってるもんね。先起こされたと思って正直焦ってたよ。じゃあぼっち同士で友達になればいいんじゃない？それはまた別なんじゃねえの？ぼっち同士で仲良くなれるかって言ったら違うんじゃねえの？うーわー、ダメだったね、どんまい。いや無理無理無理だから、無理無理だから。はい。ここはなんかイケメンじゃね？彼女ちゃん、ねえねえ、私のこと好き？当たり前だろ、好きだよ。超嬉しい。それなら私のどこが好き？そんなのお前のオールに決まってるだろ。言わせんなよ、このおバカさん。うふふ、超ひどい。だったらおバカな私に教えてほしいことがあるんだけど。オッケーオッケー、なんでもかもベイベーだぜ。昨日カフェで一緒にいた女。誰？おー、なるほど。そうくる。お邪魔だから、あっち行こう。そうだな。ちょっとこの会話一番好き。今のところこの会話結構好き。気になる。出てっていいのか？何こいつ。うわ、やばいやばいやばい。うわ、やばい、怖え。怖えよ、しん。お前、髪上げて、その、お前結構イケメンだな、お前。どけよ。ちょっと誰？あ、誰じゃねえや。もう誰に見えちゃった？ちょっとしん、ミツルに謝りなさいよ。いつも嫌なことばっかりして。ボケット突っ立ってるのが悪いんだろ？いつも口うるせえ女だな。女子相手にやめろよ、幼稚なやつだ。あ？てめえのそういうところがいちいち。シン、お前もかっこいいな。公平、公平、お前もかっこいい。お前大友公平しか俺知らないけど、お前かっこいいな。ち、公平、シン、待って待って、ちょっとおバカさん風の。またイケメンか？ハヤト、危ないって。ごめん、わわわわ、いるよね、ピンク着てる。ピンクってなんか自分に自信があったりナルシストが着るらしいから、こいつ結構自分がイケてると思ってるパターンだ。でも二人とも話の途中で行っちゃうんだもん、そっちがひどいよ。だから行かれって。俺もそういう場所はパス。行こうよ行こうよ行こうよ。うわー、うぜー、カイドウうるさいぞ。あ、来た。あ、そのあんたの声もうるせえ。渡り、教師に向かってその態度は何だ？わ、わ、ちょっと待って。先生、先ほど職員室で教頭先生が探してましたよ。いやもうね、単純な俺の直感なんだけど、第一印象なんだけど、こいつなんかヤバいやつな気がする。こいつがヤバいやつな気がするんだけど、ごめんね、語彙力がなくて。ヤバいやつな気がする。なんか笑いながら人を刺しそう。早見か。しかし渡りが。公平には僕から注意しておきますから、急いだ方がいいかと。わかった、頼んだぞ。ほう、で、どうしたの？廊下まで隼人っぽい声が聞こえてたけど。今日やも新と近所だから幽霊屋敷のこと知ってるんでしょ？そこに今から行こうって話してたの。幽霊屋敷ってあの裏山の？やめなよ、あそこって本当は立ち入り禁止だし、見つかったら怒られるよ。いや本当さ、行きたがるなみんな。それもそれで緊張感があるじゃん。今日やも行こうよ、お前死ぬぞ。で、今日は塾だっけ？まさかの展開だったし、案外面白いかもね。僕も行くよ。サボって大丈夫なのか？平気、すぐにはバレないよ。マジかよ。てか、あそこまで行くのがめんどくせえんだけど。柄じゃないけど、ついでにお月見するのもありなんじゃない？街よりは綺麗に見えるはずだよ。あ、そっか、山は空気が澄んでるから星が綺麗に見える。いや、なんでお前は言いくるめられてるんだ。よし、決めた、ミツル行こう。おい、巻き込むな。うん、行こう、部室に。そうだな。違う、裏山よ。裏山、天体観測そこでやるの、綺麗に見える場所の方が絶対にいいじゃない。そんなこと俺に言われても。なんかこのミツル君は絶対に過去になんかあったタイプだな。すげえ閉じてるもんな。
善は急げね。私は先生を説得してくるから三つ浦下見お願い。早見くんたちと一緒に行っていい場所を見つけておいてよ。あ、でも屋敷の近くはやめてね。私ああいう陰気臭い場所嫌いだから。ちょっと待て、俺の話。じゃあ私は職員室に行ってくる。みんな三つ浦のことお願いね。特にシン進むって言うんじゃん。なんか特にシン三つ浦のこといじめないでよ。あーはいはい、消えろ消えろ。まあ、おせっかいさんなんだけどすごいいい幼馴染みたいな感じで、ね、でもこういう子がさ、ちょっとこれホラーゲームなんだけど、ホラーアドベンチャーなんだけど、死んじゃうとさ、ちょっと俺的に結構好きな展開になってくるね。何を昔は弱虫だったくせに、これデコハゲ誰がハゲだ、誰が。本当に一緒に行くの。ああ、いつもはこういう面倒事から逃げるくせに彼女のためのことには逆らえないんだね。まあ行くならさっさと準備すれば。じゃあ行こっか。来てしまった。まだ夕方か。こっから夜になる感じなのかな、それとももう館くれえのかな。あ、疲れた。こんなに歩くなんて聞いてないよ。だから俺はめんどくせえって言ってんの。めんどくせえって言われるにお前一番前にいるけどな。にらまないでよ、知らなかったんだから。それにしても幽霊屋敷か、すっげえ。いいね、幽霊屋敷。まだ幽霊屋敷感はそんなにないけど、なんかしっかりした建物って感じするよね。町からだと屋敷が見えないから、初めてだとこのスケールは驚くだろうね。結構でけえんだ。右の井戸もなんか怪しいな。まあね、ここ一応僕ん家の所有地らしいし。あ、金持ちか。え、マジ？同時にこっち見ないでよ。まあいいや、どうする？早速入っちゃう？入っちゃう？いや、少し待ってくれ。もう少し周囲を見たい。あ、こいつ意外と頭いいやつなのか。てかみんな頭良さそうだよな。ああ何、おお、めっちゃ走れる。お、めっちゃ走れる。今のところの主人公が今バカみたいに見える。お、なになになに、待って待って待って、これセーブ資料違う、システム、あ、違う、思考する、あ、違う、アイテム、あ、セーブない。セーブ、なんかセーブポイントがあるのか、もしかして。あ、怖い。あ、猫だ。いやなあ、変な鳴き声するんだこいつ。なあ、あ、逃げた。え、なに、え、くそ、ここにもいない。なんであいつ俺に懐いてくれないんだよ。だ、猫見なかった？白くてふてぶてしい顔した変な鳴き声のする猫なんだよ。さっきまでいましたっけ。マジどっちに行った？あっち。わかった。てやろ、お前と同じ高校だな。1年はい。もしかして猫追いかけてこんな、何、俺は今、俺は何を見せられてんだ。え、変。いや別に、頑張ってください。おう、話してる場合じゃない。なんだ、まあいいか。いや、なんだよ、なんだよ。いや、なんだったんだよ今の。もういい、無視していこう。もうこれ多分きっとみんなに話しかけたら進むパーティーンだと思うんだよね。広い場所だから、その呪いの屋敷とかで有名だったから注意されてた。へえ、そうなんだ。こんな前の場所、授業で同じ話になったやつもここの話聞いたらしく教えてもらったらしいけど、こういうところは一度行ってみたいと思っちゃうタイプっぽい顔してるもんお前。あっそう、よかったな。うん、はい。何、こいつ頭良さそう、頭良さそうこいつ。別に。うわっ、沢尻エリが出てきた。あっそう、うわ、こっちもそれなりの対応してる。お前これからどうすんだ、屋敷に入んの。いや、そこまで付き合う気はない。俺は適当に周辺を歩いてみる。あー、なるほど、入らないんだ。え、待って待って、怪しくないこいつの反応が。シンは屋敷に来たことあるのか。なんだよ急に。ただお前の反応が初めてには見えなかったから。昔この辺りなら一度だけ来たことある。お前こそ来たことねえの。ない、今日が初めて。はあ。という、あ、こいつか。ここってお前んちの所有地だったんだな。父親の話ではね、管理は他人に任せてるから放置してるようなもんじゃない。僕は3年前にこの町に来たから、ここについてはお前たちの方が知ってると思うけど。俺が知ってるのは例の噂くらい。いろんな話があるの。噂話なんて長く語られるほど。ああ、もしかしてお前あんな噂信じてるの。意外と幽霊とか苦手なタイプ。いや別に。そう、本当につまらないやつだね。仲悪いのこいつらって。下見って言われてもよくわからないな。あずさんに聞いてみるか。は？うわっ、これあれ、え、待って待って、強制的に屋敷に入らなきゃいけなくなる
感じなのかな。あの玄関前とかで待ってられねえのかな。くっそマジか。おい中入るぞ。小平何してるの。どうする。さすがにこれは雨宿りしないときついな。入るか。ああ、まあそうだよね。なになに。ちょっと何、お、なんで、こっけ。クルイズキ。今それっぽく呼びましたね。え、なにこれ。なに今の、まるでエンディング迎えましたみたいな感じ。え、なに。ちょっと、まあいいや、進めてこ。あー、たく急すぎだろな、いい加減にしてほしいぜ。まあ、通り雨だろうし、すぐに止むよ。いや、勢いで中に入っちゃったけどさ、広っ。なにここ、これ出れないんじゃない、普通に、流れ的に。すげえな、当時のままで放置されてんのが。いいね、面白そうじゃん。適当に部屋回ってみようよ。ここに座ってるよりマシだね。公平、どうしたの。この公平の反応がさっきから気になる。なんでもない。あれ来ないの。俺はいい。ハヤト、行くぞ。なんで、おい、バカだれバカだれ、お前なんで。ミツル、ミツル、お前一緒に行けって、死ぬぞ。さすがにここで待ってるのもつまらないな。俺も適当に見てみるか。いや、お前のメンタルどうなってんだよ。一人で、いや、しかも逆方向って、お前、いや、化け物だな、メンタルが。メンタルお化けだな。少し調べてみるか。お前、なんかおかしい、発想がすごすぎるよ。これセーブできないよね。思考する、少しこの間、うん。ちょっとこれ、光ってるの。屋敷についてを入手した。報告書、大正建造物のこれまでの経歴について。資産家三影氏の別宅として建造。大正5年、古いな。学生の援助を目的として学生寮なんだ。あ、学生寮だったんだ。で、その翌年住人および学生全員が殺害される事件が。ううそれと同時に同志が失踪。容疑者として同志の捜索を含め事件の調査が始まるものの、早々に捜査は打ち切られる。その翌々月、モン・レオーネ氏が屋敷を購入。だが2週間も経たないうちに一家全員が、しっしっしっ、容疑者も現場で自殺したこともあり、捜査はすぐに終了。その地における相次ぐ凄惨な事件により、屋敷周辺は立ち入り禁止区域とする。なるほど、全員ここに入った人が死んでるんだ。早見氏が土地を購入、所有権を得る、現在に至る。現場での業務を開始する前にお払いを受けるよう指示されています。なるほど。うん、お、達筆な字で書かれた字が飾られている。今のノートみたいなものか。はい、これは書き込む。セーブきた。何個何個何個。20個。いいですね、いいいい、20個。だったら120、これだけ、これだけでいいわ。あ、かっけえな、セーブ。読み込むわ。意味のない読み込みしたね。じゃあちょっと面白くなってきたな。まだでも面白くなってきたってまだわからないな。わっ、あ、なに、ちょっと待って待って、はい、もうここでやめるわ。ここからちょっと先の展開気になるけど、ここでちょっと途切るっていうか区切りましょう。じゃあ次回よろしく。じゃあね、グッバイ。クルイズキ続きやってっか。これタイトル画面変わるんだね。てかさ、前回ものすごいミスを私犯していたようで、この主人公ミツルじゃなくミチルなんですね。本当に申し訳ないわ。そこでまず謝る。本当に申し訳ない。ミチルくん本当に申し訳ない。じゃあやってきます。前回ここで終わったんだよね。おー、いたいた、こっち来なよ。さっき公平たちがすげーの見つけてさ。は？来ればわかるって。こっちこっち。もうやだわ、なんかもう何が起きるのかわかんねえしさ。いや、もっと近い距離で一緒に行けよ。なんで少し距離感を置くんだよ。あんまり、あ、でも呼んできてくれるってことはそこそこ仲いいってことだよな。何これ。うわー、助けてって書いてんだろうな。なんだこれ。
浩平と一緒に見つけたんだよ。明らかに年季入ってるし、ここの噂からしてガチじゃねえの。なあ、ここって何の噂があるんだ？幽霊が出るとか。まあそういう話もあるな。なんでさ、幽霊が出るとかこいつら怖いっていう、誰か一人ぐらい怖いっていう感じを持てよ。ここで死んだ住人の幽霊が出るとか、鬼の怒りに触れるとうねり声がうなり声が聞こえるとか、いろいろあんだよ。へえ。俺は昔に殺人事件があったとか聞いたな。あと屋敷の取り壊し工事で従業員が自殺したせいで中止になったとか。昔から呪いの屋敷って言われてるらしいよ。人形に命を吹き込むと呪われるとか、迷信っぽい話もあるくらいだし。いたー！ナイス！お前みたいなキャラが大事なんだよな。一人ぐらいビビるキャラが大事なんだよね。なんかいろいろとあんだね、ここ。実際に何か見たとか、そういう話は。この公平っていうやつがなんか知ってるんじゃねえか疑惑があるんだよね。遊びで入ったやつは何人か知ってるけど、特にこれといった話は聞いたことねえな。遊びで入ったやつ、じゃあ普通に遊んで出てこれたってことだもんね。そうか。月の鍵、かっこいいな。結婚のメモ、かっこいいな。で、お、動ける。話聞く感じか。明かりついてるけど、これどうしたんだ。ハヤトがマッチを見つけたから試しにつけてみたんだよ。あ、全然気づかなかった。本当だ、明かりついてる。でもこの様子だともうすぐ消えるな。残りのマッチはもうないよ。ハヤトが何度も失敗するから最後のは僕がつけた。もう1回目でマッチつけれないやつかどうかの判断してくれよ。いるじゃん、たまに。全然こいつできねえなってやつ。そっか、明かりがないとここら辺真っ暗になりそうだな。大丈夫じゃない？雨もだいぶ弱まってきたし、長居する必要ないよ。はあ、でもこれね、俺の予想、絶対これ火消えるな。火消えるな。で、真っ暗になって歩くみたいなパーティーに入るな。お前よくあんなもの見つけたな。ん？ああ、何かある気がしたからな。本当にあるとは思わなかった。お前、変に勘がいいな。もしかして霊感あるとか。この屋敷、変な感じはするけど、はっきりと悪い感じがするとも言えないんだよな。だから、気にしすぎかと思ってたけど。わぁ。はっ！なに、もう。なんだ、お前は何なんだよ。なんだ、いや、こっちのセリフだわ。なんだよ。え、なに？え、怖え！ちょっとどうしたのさ。え、なに？ちょっと待って、そうだ、これセーブが確かこのメニューセーブじゃねえんだった。小説、子供向け、胸元が大きく開いた女性の絵が描かれている。え、ここアップになんねえのかな。引き出し、小説、変なパズルのようなものが、今調べてる場合じゃない。はい、追います。うん、うわ、ほら暗っ！さっきまで明るかったのに。さすがに雨はやんだか。もう帰ろうよ。嫌な感じがする。は？お前さっきから変だぞ。なんかこいつさ、なんか乗っ取られてるっていうかさ、なんか誰か違う人物が入っちゃってんじゃね？浩平？おい、待って、また一人になる。なんなんだあいつ。そういえば天体観測ってやるのか。あずさに連絡。ってあれ？ここ圏外か。外に出るしかないな。いや、これ外に出ようとしたら出れないっていう、絶対その流れじゃん。いや、もうそのほら、もうその流れでしかなかったじゃん。くっそ、なんで壊れてんだよ。何してるんだ。扉が開かない。は？今散々やってたのに、一応自分でもやっぱ確かめたくなるんだろうね。なんで。おい、びっくりした。もうちょっと待って、音にびっくりすんだけど、これ。な、ずいぶんと派手にやってるね、あの二人。てかさ、普通になんか他の木の部分とか、あー、今言おうとしたことをこいつがもう先に否定してきたわ。窓も調べたけど開かないっていうか、窓が割れない。は？そんなわけないだろ。だったら自分で試してみればいいだろ。椅子投げても傷一つつかないだろうけどな。意味がわからない。だったら誰かに連絡するしかないね。ここ圏外だぞ。電波が届かないほどの場所じゃないよ、ここは。キョウヤ、マジでミチルの言う通り繋がらない。
まさか。あ、に、新岡さんだっけ。あ、新岡、新岡、荒岡、もうちょっとごめんね、新岡さんだよね、普通に考えたら。来るんだよね。だったらそれまで待てばいいんじゃない。どうだろうな。さっき雨が降ってたから天体観測は中止になるかもしれないし、あずさはこういう場所が苦手だからあまり期待しない方がいいと思うけど。このみちるくんすごい冷静、冷静沈着じゃん、ほんとに。北村春夫じゃん。どうであれ、誰かが来るまで待つなんて勘弁だな。俺はできるだけ早くここから出たい。俺も。だったら別の手段を探すしかねえだろ。出入り口はここだけじゃねえかもしれねえしな。てめえも協力しろよ。言われなくても分かってる。手分けした方が早いね。出口が他にあるなら1階の可能性が高いけど、念のために上の階も見ておいた方がいいかも。誰かここに残るか、何か情報共有できるものがあれば効率的なんだけど。やっぱりね、この人たち頭いい高校に通ってたんでしょうね。さっきのあの高校、格好はね、頭髪だったりすごい緩い感じに見えるけど、その緩さが許されるぐらい頭がいいんだろうね、この彼らは。こいつなんて、このなんだこの学生は、ありえない高速違反とかのレベルじゃねえだろもうこいつ。一人で残るのやだな。なら紙に頼ればいいだろう。メモ置いとくから、何かあったらこれに書き込んどけ。あ、 LINE とかでは、あ、そっか繋がんねえんだもんな、ネットが。じゃあ、京也と隼人は2階、残りは1階を中心に探索。それと30分後には一度ロビーに集合。それまでは各自探索って流れでいいな。あー、なるほど。で、これで30分経った時にいざ集まりましょうってなったら1人だけいない。その流れあると思いますよ。そうだね。みんなはちゃんと理解した？うん、あんまり理解してない。1階と2階の二手に分かれて、自分が担当する階を各自で探索。その間に見つけた情報はここのメモ帳で情報を共有する。それと今から30分後、要は19時30分までにはロビーに集まる。これでいいんだろ。みちるくん頭いいね。要約がうまいね。うん、あとだいぶ暗くなってきたからスマホのライト機能を使いなよ。怪我でもされたら迷惑だからね。じゃあ動こうか。何こいつ、絶対やばいやつだよ。絶対やべえやつだよこいつ。スマートフォンを入手した。時間内にできるだけ探索しないとな。俺の担当は1階だから。なんで、あ、個人行動、はい、1階、うん、何これ、1階、広っ、西と東を両方調べる。なるほど。でも東の方さっき軽く調べたからまだ何も書かれてない。今光ってたけど特に意味があるとかじゃないんだね。はい。2、ここセーブさ大事だけどさ、セーブがさ毎回毎回好きなタイミングでできるってわけじゃないから、ちょっとこまめにしてった方がいいかもね。何かが引っかかって開かない。なんで、ちょっとこっち行ってみよう。あ、ここって、あー、そっかこっちの方行ってないんだっけ。入ろう。うわ、こっからニューゾーンに来る。急にわってくるのとかあんのかな。調べれるの、調べ、お、何かを指さしている天使の像だ。台座に1と書かれている。ちょっと待って、何か指さしてんのこれ。はい、食台、ろうそくの火がつけれそうにない。うわ、ちょっと待って、これは少し暗い印象のする絵画が飾られている。いけない、ちょっと待って、これはなんだ。全部調べていくよ。カバービミ、布が刺さっているじゃない。はい、申し訳ない。そう、今急に咳の流れが来た。はい、鏡に布がかぶさっている。あー、何これ、何これ。あ、待って、なんかいる。何、感想なし、なんかいるよ。まあいいや、一旦引き出しの中はペンやインクなど。はい、ここは暖炉、本格的なものは初めて見る。ないな、これといった情報が。ちょっともうちょっと進んでみるか。この天使の、なんか天使の羽みたいなやつが一応差してるとか言ってたよね。あ、来た、光ってる。金のネジ？何？急に金のネジ持って、僕ネジ巻きシティ冒険記じゃん。何それ。熊虎鬼五郎じゃん。ちょっと待って、何？ちょっと見たくなってきたね。あ、もう今さ、アイテム取ったらセーブしようとする癖がついちゃってんだけど。はい、これは二者無敵。全然知らん、聞いたことない言葉。あ、赤い点がある。はい、もう分かった。これね、赤い点の個数だよ。1、2、3、4、5、
1,2,3,4,5,6,6 と思わせといて、左のやつがないから0141って覚えとこう。0141。やっぱね、数々のこういうゲームやってるとね、もうすぐ分かっちゃうよね、もう何が何だかっていうのを。何かを指さしている天使の像だ。台座に2と彫られている。おう、夕焼けの風景がピンク色に空が染まっている。食台じゃねえや、暖炉。ここら辺も特に何もないから、同じような作りだよね。同じようになんか作りにしろとか、そういう。ちょっと待って、急に何、急に。お前かよ、お前ふざけんなよ、ほんとにマジで割れねえじゃねえ。お前普通になんか全然違う生物襲ってきたと思ったわ。ちマジで割れねえのな。ああもういい、適当にどっか調べるか。そっちの方が賢明かもな。くそ、お前もさっさと動けよ。あ、この屋敷英語の本とかやたら多いみたいだけど、気になるもんがあったら情報共有しとけ。京也が何とかしてくれるだろう。京也、ああその手があったか。何、自動翻訳マシーン。え、そんな感じ。あいつ昔は海外で暮らしてたからな。ロビーに置いとけばそのうち京也が受け取るだろう。訳してくれるんじゃね。うわすごい、すごい、歩くヤフー翻訳じゃん。分かった、そうする。動けんのか。お、だいぶ晴れてきたな。晴れてきてる、もう完全に晴れてんじゃん。はい、なるほど。今一瞬で何が消えたでしょうっていうクイズを出されたとしたら俺は分かる。月。でもね、残念ながら多分そういうゲームじゃないんだろうな。少し疲れてるのかな俺。このさ、みちるくんがさ、屋敷に入ってきた瞬間の時もさ、なんか若干シャッみたいな、フラッシュバックみたいな感じのシャッっていうのが出てきたよね。はい。で、ここが入れなくて、ここはやたら神々しい背景が描かれている。中世ヨーロッパの人々の絵、海に沈んでく夕日が目を引く。ここ入ったっけ。入ってないね。これは調べれない。柱時計、当たり前だが動いてない。おう、これは西洋ファンタジーのような風景が。すごい西洋、あ、なヨーロッパな、な、なに、なんかさ、外国の人が買ったんだっけこの家。おう、ランプさんの燃料が空のようだから使えない。天使の示す我を求めよと十字架に書かれている。ダイヤルのついた金庫がある。はーい、1,4,1。もうさ、もう舐めてるよね。え、全然違うんだな。天使の示す我を求めよ、天使の示す我、天使の像、天使の像1と2。無能だな俺無能だわ。英語で書かれた書面だ。何かの契約書なのかもしれない。うん、あ、ん、英語で書かれた書面ってさ、これ持ってけねえのかな。訳してもらえねえのかな。かなり高そうな。ちょっともう一回天使のやつ言っていい。天使のやつが、あ、わかった、わかった、はい、わかった、はい、わかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。天使のこの像は、あ、ほんとだ、よく見たら、こっちの絵を指してる。左の絵を。こっちの方に向いてる。で、十字架が天使の像を指す我を求めようって言ってたから、十字架の個数なんじゃない？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。9、9、9、9。で、こっちの、すごいスピードで動くな。みちるくんすごいスピードで動くな、割と。あ、ほんとだ、こっちの像も右上の方刺してる、ちゃんと。あんまよくしっかり見てなかったの、俺。で、1、あー、そういうことか。あ、この赤い点って、1、2とかの個数じゃなくて、十字架の部分の上が赤くなってんだ。見て、これ。てか、みんなもう知ってたのかな俺が気づくの遅いだけなのかな。ってことは、十字架が、漢字の中には、1,2,3,4,5、6個ある。6個あるってことだ。ということは、1の台座が9ってこと？
で、2の台座が6ってことかな。あ、違う。あ、違う。じゃあ、こっちが左が1で、こっちが6かな。来たー！はい、来た。ものすごく嬉しい。ものすごく嬉しい。あ、待って、これってもしかして思考するみたいなやつでヒントとか書いてたのかな。英語のレポート1を入手した。もうクリアでいいレベルで俺すごい嬉しいんだけど。俺には読めないな。うわ、これってもしかして調べたらさ、思考する押したら分かってたのかな。てかすげえこのタイトル画面。今気づいたわ。スマホだ。なんかあの鍵のマークの、なんかエクスペリア、これエクスペリアなのかな。はい。で、セーブしたいけど、あー待ってよ。あ、ここにあるか。ここにセーブか。うわ、このセーブ結構大事になってくんな。はい。で、これか。そういえば英語のレポートの翻訳を京也に頼んでみようかな。レポートをメモに挟んでおいた。お、京也、みちる、金庫から変なレポートが出てきた。翻訳できるならやってくれ。ここに置いておく。ああ、上は関係ないんだよね。これさ、こっち行って戻ったらもう翻訳してるみたいな。してない。待って、左行ったよね。もう桜の模様が描かれている。鍵がかかって、あれこれ、あれこれ、こんなとこあったっけ。さっきのイベントで無視しちゃったのかな。あ、でもこっち行ったから、じゃあ次東の方行くか。パーッと来て、ここは、あやっと、あ、うん、公平だな。イベントがちょっと進むのか。お前顔色少し悪いぞ。お前はなんか嫌な感じとかしないか。え、よくわからないけど、さっきと違って嫌な空気がするんだよ。それになんか気配がするっていうか、害はあまりなさそうなんだけど。なんだよそれ、変なこと言うな。お前そんなこと言ってよ。実はお前、左のその胸の開いた女性の絵見てたんじゃねえの。それで俺がガチャって入った瞬間、シュッてちょっと移動して、うーんふふふみたいな感じで調べてるふりしてたんだろ。お前わかるぞ俺には。あ、悪い。お前の言う通り、変に不安にさせるのは良くないな。今のみんなには言わないでくれ。なすごい不安になるわ。今のみんなには言わないでくれっていうワードがもうこっちを不安にさせてるわ。特に隼人には。あいつ本当は気が弱いから、今は変に萎縮されると困る。いやもう本当はっていう前に分かるわ。カイドウそんな感じには見えないけど、中学まではいじめられやすいタイプだったんだよ。だからきつい言い方とは、きつい言い方とかは控えてやってくれ。なるほどね、本当に仲いいんだな。小さい頃から一緒だったし、自然と仲良くなっただけだよ。お前と死んだってそんなもんだろ。仲いいように見えるのか。元はなかったように見えたけど違うのか。なんかあったのかな、なんかあったのかな。でも男同士そんな長い間ギスギスするとかってないと思うけどな。いや、そうらしいな。は、何何、今なんか右になんか、みんなちょっと戻してみ、今時間右になんかで、優しそうなおじいさんが走ってったぞ。あ、ちょっと別の場所に行ってくる。え、あ、ああ、誰もいないな。誰もいないよな。よし、こっちの方にはさ、セーブないのかな、どっか。お、なに、ほら、ほら、今見た、優しそうなおじいさん優しそうなおじいさん見た。金箔がところどころ貼られた花瓶、よく盗まれないな。ハスの模様が描かれている。ちょっと待って、結構入れない場所多いね。桜の模様、あれ、さっきあっち、西も桜の模様だった気がすんな。ここは入れる。さて、いろいろ調べる箇所が多そうだから、俺のスーパースピード連打で行こう。特に連打もしてるわけでもなく、スピードがあるわけでもない、このスピードね。あー、これか。箱がある。中に何か入っているようだが、開けられない、開けられない。薪を使うタイプ。でもここら辺多分ね、関係ないと思うんだよね。ワイン、空っぽ。うん、こっちだな。お、広い。ヒロシだよ、ヒロシ。阿部だよ、阿部。伝言場やいろんな能面が書かれてる。うん、ここ。掃除道具がきれいにしまわれている。わーんと見る感じ、椅子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 多いな。これ何、何これ。般若の面がやたら高くされている。長い角が特徴的だ。これなんかで使えんのかな。シンプルな壺だ。ちょっと待てよ。どうす、あー、そうだ、
これ多分さ、1個イベント的なの進んだからさ、あ、待って、絵も調べとこう。農民の女子たちが麦畑を歩いてる。日が昇る、これ関係出てくんのかな。これさ、翻訳機能、翻訳こんにゃく終わってんじゃない。はい、来ました。うわぁ、なんか走ってった、めっちゃ違う、あれは優しいおじいさんじゃない、絶対スピード的に。まあその前にセーブだな、書き込もう。ちょ、とりあえず1個にしとっか、1個にしとこう、埋まっちゃいそう。レポート完了。変なものなら拾ってこないでよ。一応翻訳してみたけどさ、あんまり役に立つような内容だとは思えなかったけどね。ん、お、来た、調査報告書1っていうことは今後もあるってことか。バレリオ・モンレオーネ、この屋敷買った人か。9月15日、これ、うわー、ちょっとさ、俺さ、あんま本とか読むの苦手だからさ、こういうバーってなってる文字読むのすげえ苦手なんだよね。古来から教会で保管していた魔術書が悪魔崇拝者により盗まれてしまった。あの本は多大な知恵を与えるが、それと同時に人を惑わす禁忌の本だという。犯人の一味である男が日本にいるとの情報を得、捕らえることに成功したが、黄金の書はある日本人に渡したとのこと。あれは表に出てはいけない代物、早く回収せねば。11月8日、例の日本人が住んでいたという屋敷に着いた。ここで起きた事件が気がかりだったが、不穏な空気は感じられない。教会の働きにより、警察による捜査は打ち切られたため、余計な手は加えられずに、私も調査をできるが、この屋敷の広さでは時間がかかるかもしれない。それに、厨房で青い西を見つけたが、日本語がまだ不慣れな私には大変だ。だがこれも重要な任務、本の回収に努めなければ。ほー、読むことに必死で内容一個も頭に入ってこねー。青い西、あれ台所にはなかったよな。なかったよね。でもどっかで見たよな。え、見たっけ、ミッケしたっけ。俺ウォーリーを探せじゃなくてミッケをやってた子供なんだよね。え、どっかでミッケしたっけ。ちょっと待って、あ、いいぐらいの時間だ。次回じゃあミッケした、ミッケするところぐらいからセーブもできるもんね。今ミッケするところから始めようかな。あ、うん、あー、ちょっとでもちょっとなんか進んで、進んでねえよな。クルイズキーやるか。ちょっとね、間が空いちゃったんだよね、4日ほど。よいしょ、何すればいいんだちょっと待って、何すればいいんだ。あ、待って、思考するを使おう。あー、そうだ、青い西だ、そうだそうだ。東館を全部調べて青い西、確か本がいっぱいあるとしても、三番言ってたもの。つうことは、とりあえず一個一個入ってきて分かるかな。あ、もうここだ、もう完全にここだ。本がいっぱいある場所がここだ。使用人の日誌、古びた青い西がある。表紙には連絡日誌と書かれている。連絡事項、何者かによるつまみ食いが発生しております。厨房だけではなく食堂での食事準備中にも発生したとのことです。旦那様は笑っておられましたが、食の場を管理している私としては見逃せません。めっちゃ怒ってんじゃんこいつ。めちゃめちゃ怒ってんな、日誌に。日誌にめっちゃ怒ってる感じ書いてんな。そのためヤクモ様からからくり箱を拝借し、それにて厨房および食堂の鍵を管理します。はい、その箱は手順通りに動かさないと開けられない仕組みになっておりますので、各人主順じゃねえ手順を覚えるようにお願いします。うわ、これ覚えなきゃいけねえのかな、もしかして。めんどくさ。うわ、待ってそこの面を手前、ちょっと待って、もう喋っていい、それが一番楽そう。オッケー、そこの面、まあこれはもう一応後で使うときに動かせばいいか、動かすっていうか使えばいいか。はい、続き、申し訳ありません、パーツを動かす方向を左右逆にし、お前何やってん。あ、待って左右逆はまあわかるか、まあわかるか、怒ろうと思ったけどまあわかるからいいわ。で、待って、一旦セーバーだな、セーバーレベルのことしといて、ということはそこに行けばいいのかな、その飯のところに行けば。おお、みんなへ、何みんなへ、ハヤト、何みんなへ、ハヤトって、お前バンド脱退しますみたいな書き方すんじゃねえよお前。残念ながら進展なし。っていうか、誰か聞くのマークがついた鍵とか見つけてない？2階の西川に入りたいんだよね。なるほど、知らないって返信しないのか。おい、みちるお前無視か。みちるお前結構お前自分に関係ないこと全部無視するタイプか。だったらもうここら辺はないよね。何回この絵見るんだろうね。はい、でここかな。あ、ここ入れねえんだった。ここも入れないもんね。ここかなの、あ、これかな。箱がある。あ、来た来た来た。ちょっと待って、
私の写真、写真、待って待って、さっき撮った写真すげーブレでさ、意外と見づらいんだよね。あった。まず底の面を手前に少し動かす。これ左右逆ね、左右逆だけど手前の左右はないからそのままでいいんだよな、きっと。で次、右画面の、右画面じゃねえや、右側面の動く3つのパーツの真ん中を右に動かす。ということは右画面の3つのパーツの真ん中を左に動かせばいいのか。で最後、左側面にある3つのパーツを上を右に下を左に動かす。ということは上を左に下を右、上を左に下を右、これか。はい、来ました。やっぱりね、俺レベルになるとね、何もヒントなくできるんですよ、こういうのが。ああ、これもうすぐそこじゃん。あ、セーブ。どうしよう。ごめん、ちょっと一旦やっぱセーブだわ。セーブ優先みたいなところちょっとあるわ。これできる？あ、何これ、セーブ。いや、戻ってでも俺セーブするからね。しかも、いつもだったらサクッとわかりやすいカットを使うけど、使わない。なぜかというと、ここにまだ進展がある。ハヤトへ進、何？お前今今までちょっとボーカルとして頑張ってくれてありがとうみたいな感じの書き方？ほんと残念だな。とりあえず俺も鍵を探してみるわ。優しい、優しいな、お前。残念だなって書いてくれて、俺も探してみる。優しい。みちる、みちる、お前人のばっか見て自分何も書かねえのか。いやらしいやつだな、お前。結構スケベーなやつだな。で入ってみるか。アイテム、お、来た、使った。あー、広いな。飯食うところって感じか。配膳台、掃除、あー、光ってる。紫の式1、古びた紫色の表紙の式だ。うわ、大正5年文字がバッてなっててさ、うわっていうのは嫌だからそうやって言ってるわけじゃないからね。癖なんだ、きっと。嫌だから言ってんだろうな。じゃあ先々代から建てられたこのからくり屋敷も学生寮としての改築が終わり、本日から秋人様ご夫妻もここで暮らし始めることになる。未来ある若者たちを見守ることが楽しみなようだ。小夜子様は体が弱いため、お二人の間には子供は難しいかもしれない。そのためお二人が若者たちを支援しようとする気持ちを私も尊重したい。なるほどね。まずこの小夜子っていう文字を見て俺が思い浮かんだのは6番目の小夜子だね。はい、あの栗山千明のね。大正5年10月17日、小夜子様の計らいで住み込みで働く少女が来た。ほう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 、実に真面目でいい子だ。孫とも仲が良く、この調子なら早く仕事を覚えるだろう。このさ、少女とか孫とかがなんか関係あるのかな、この登場人物たちに。学生たちも、でも大正だから関係あるわけねえか。学生たちもこの寮生活になり始めたようで、おのおの勉学に励んでる様子に秋人様たちも喜んでおられる。三影家の執事であるこの役も、あ、役も、役も、役も、役くんも、お二人が幸せそうで実に喜ばしいことだ。お、探索はこんなもんか。時間が来る前に集合場所に持っておくか。はい、戻っていいのかな、これ多分。え、セーブ。あ、待って、ここって、あ、桜の模様か、桜の模様か。じゃあ戻るか。戻っていい、これ進展する感じ。あ、来た、あ、来た、お、何かあったか。あれ4人、違う、やっぱほら、前回のね、前回言ったと、ほら、もうこれだもん。これ絶対誰だ、誰がいないんだ。やばいやつでしょ、右はやばいやつ、ハヤト、シン、あれだ、なんか知ってそうなやつ、なんか知ってそうなやつ、一番頼りがいのあるやつがいねえ。何かあったか。いや、もうやばい、あいつなんかおかしいぞ絶対。いや、今のところはこっちも同じ。ここから出るのに役に立ちそうなものもない。はあ、あんまり進展ない感じか。公平は、公平だ、公平ない、公平。こ、待って待って、早とお前どこ行った。さあな、俺は知らねえ。一回見かけたけど、それ以来俺も見てないな。公平のことだし、少し待ってりゃ来るでしょ。何持ってんの？ハヤト、何？その汚い子供用の傘。そこで見つけた。何か使えるかなーって。あ、名前が書いてある。雨宮だって。あ？雨宮？雨宮？え、誰？誰？いや、雨宮になんかすげえビビってる感じの反応してるけど、え、誰？
何？おい、え、雨宮って出てきたっけ。うわー、これ出てきてたのかな。だとしたら俺の単純な記憶力不足かな。なんでこれがここにあるんだよ。お前やっぱりここに来たのか。え、雨宮知らない。名字が同じだってだけで偶然だろ。え、こいつ雨宮みちるって言うの。あ、偶然なわけねえだろうが。雨宮なんて名字ここら辺じゃお前らしかいねえよ。だから知らないって言ってるだろ。現に来たとしてもあの事故で何も覚えてないんだ。仕方ないだろ。あの事故多分ね、オープニングの光れてんのがこのみちるくんなんだろうね。というかお前こそやっぱりってなんだよ。あ、あーごめん、二人の喧嘩の理由がわからないんだけど、なんであれが神崎のものになるの。神崎、神崎みちる、神崎みちる、雨宮みちる。え、なんで僕に聞く。今の会話から察するに、あいつの旧姓が雨宮だってことじゃないの。あいつ僕と同じ片親だし。ああ、そうなんだ、先に言っといてほしかったわ。おかまみたいになっちゃった。へえ、じゃあ覚えてないって何。こいつ昔交通事故にあったせいでそれ以前の記憶がないんだよ。ああ、そのパティーンか。はマジ全く覚えてないの。ああ、だからこの傘も知らない。ああ、なるほどね。実はお前本当は知って、お前本当は全部思い出してんだろ。知ってるぞお前。まあ確かにこんな空気になったら誰もなんか話しかけづらいよね。実際遅い。へ、公平だよ。いつまで待たせる気なんだ。確かに遅いね。いつもは時間にきっちりしてるのに。もう公平ね、ダメだと。もう先読みして言うのいけないと思うんだけど、なんか俺公平ね、ダメだと思うよ。もう面倒だけど二手に分かれて公平を探すよ。僕はシンと一緒に探す。ハヤトはそいつ一緒に探して。え、あ、うん。じゃあ僕たちは西館を探してみるよ。2階の方も一応見てみる。わかった。じゃあこっちは東館を探す。シン、行くよ。ああ。ちょっと気まずくなった。お前一応傘返せよ。ああ、ありがとうな。ミチルの傘を入手した。あ、さっきさ、2階でこんなの見つけたんだ。2階じゃねえ。1階館内図と、2階館内図。シンプルに言おう、広い。へえ、いいの見つけたな。うん、早く公平探しに行こう。じゃあ西高、おお、びっくりした。あら、すごいすごい、いいねこの感じ。ちょっとセーブするね。8番にしよう。でも実際友達とこうやってさ、館、こういう危ない館歩くとき、まあ前後で歩くかって言ったら多分さ、結構近い左右で歩くよね。で一応何、びっくりした、公平いないね。あ、これ強制で出る。公平いないね、公平いないね。文様でここは公平いないね。お前ロボットか。おい、ここも公平いないなとか、お前はロボット、公平いないねって、そこだけなんか感情を無にすんじゃねえよ。だって俺2階に行けるってことなのかな。あ、いける、は、来た、2階に来たよ。どっかの国の風景がかなりリアルに描かれている。うわ、ここら辺なんかさ、作り、うわ、なんかこれ動き出しそう。ここはそっちは兄弟たちが探してるって。西館、あ、2階の西館ね。何これ、聖母マリアの絵が描かれている。宗教画ってやつだな。ほうへえ、黄昏という、うわ、黄昏ロマンス、ポルノグラフィティじゃん。いいじゃん。ここはうわ、広いな、やっぱり。まあ一個ずつしらみつぶしに行きましょう。鍵がかかってる。あ、なになに、入れないようだ。なんだよ、床の音かよ。大きな木の板が立てかけられている。あ、入れる。公平いないね。あ、あ、なんか光ってるよ、光ってるよ、左上。おい、早く、お前のその公平いないね状態邪魔なんだよ。鍵がかかっているようだ。セーブが欲しいな。セーブが欲しい。小平いないね。いやー、これしばらく続くんじゃない？はあ、もう！ねえ、小平、いた？
いや、そうだよね。ダメだよね。これどう、なんか生き残るパターン。いや、まあ、進むわ、このまま。なんで？こう、これ、何の錠だ？起きなよ。さっさと起きろって。今の叫び声。浩平がさ、さっきから柄にもなくふざけてるんだよ。ほら、みんなも何か言ってやってよ。ハヤト。ほら、浩平、いい加減に起きろって。つまんないからさ。ハヤト。シン。だって。とにかく一旦こっから出よう。こんな場所じゃ。明らかに事故じゃない。それになんで2階に？僕も隼人も浩平を見かけてないぞ。それでも浩平が2階に行った可能性はあるだろう。あいつなんか様子が変だったし。それにしてもなんであんな。レイ。え？幽霊だよ。ここ呪われてるんでしょ。勝手に入った僕たちを全員殺そうとしてるんだ。だからここに閉じ込められてるんだよ。は？幽霊ってお前。じゃあなんで浩平が、なんでどっからも外に出れないの？うわあ、もうこいつもうダメだ、ダメだこいつ。ハヤト、ハヤトお前ダメか、もう一回自我、自分落ち着け落ち着け。知らねえよ。変な仕掛けが多いんだ。もしかしたら俺たち以外に誰か潜んでるかもしれねえだろうが。幽霊なんているわけねえだろ。仮にハヤトの言う通りだったとして、幽霊相手にどうすればいいの？お前落ち着いてんな。なんかお前ほんと落ち着いてんな。それは でも僕が来たいって言わなければ。とりあえず今はこの屋敷から出ることが最優先だよ。早く警察に連絡しないと。だったら探索を続けた。ああそうだよね、県外なんだよね。危険なのは分かってるけど、ここにいても何も解決しないし。同意見だね。悪いけど今は一人になりたい。勝手に行動させてもらうからな。おいおいおい、シン！自ら犠牲者に名乗り出るのかお前。何かあったら情報共有はしてね。あと21時までにはロビーに集合。忘れないでよ。ああ。おい、ああ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 、地獄へ歩いてて今。二人も分かった。ハヤト、大丈夫？僕も一人で行く。え？え、もうちょっとさ、え？お前らどうした？おいおい、じゃあ僕も。嘘！待って待って、俺は誰かについていきたい。え？嘘？最悪、あのヤバいやつが隣にいれば一番大事そう。だなんか、待て待て、セーブ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 。今あいつさ、西館に行ったよね。でも関係ないのかな。急にすげえ声高くなるけど、なんか上もう一回調べたい感があるんだよね。どうせここさ入れないじゃん。で、入っても、あ、いない。あー、だからちょっと一回、ちょっと2階に行くわ。1階、2階に行くわ。もう意味わかんないこと言ってるけど、1階、2階に行きます。はいはい。で、さっきの、もう1回。あ、この音が一番見る。ここだな、ここじゃない、あ、それもさっきさ、なんか調べるところあったよね。引き出しの中にゴミしか入ってない。箱の奥に謎の模様が光を放っている。あれは何なんだろう。え、何や、ちょっと待って、よく。サイヤ。あー、わかりません。わかりません。でもここさ、なんか怪しい。おー、びっくりした。1、必ず専用の取っ手を使用すること。2、閉鎖する場合は北向きにはしないだな。3、あ、ちょっとこれしゃべっとおうかな、一応。まあ、これは多分防災なんだか開閉方法だから、次ここだよな、まずは。あ、もうこれ以上調べれない。おお、手紙と一緒にかんざしや手紙などが入れられている。仕送りされたもののようだ。一応気になるところを全部、鍵がかかってる。で、鍵がかかってる、見てこっか。はい。で、ここは鍵がかかってる。あ、ここだ、これだ。
三角形の石、そんな石ある？ちょっと待ってね、思考する。探索が耐えられないようならだから、とりあえず探索をまめにして、ここら辺も調べれるものがないから行こう。これまた入れるようになったりするのかな。入れないようだ。鍵がかかっている。あ、扉に開いた中から、中が、え、これさっきなかったよね。お、え、何こいつ、誰、お手伝いに来たって言ってた女の子の例だと俺は思う。女の子、うん、ノックしよう。鍵が開いた。めっちゃ優しいじゃん、あいつ。めっちゃ優しい、めっちゃ優しい幽霊だ。俺いないね、言った通りでしょ。いなくなってるでしょ。開けたらいないって言ったでしょ。やっぱそのパーティー委員会、ゆりかごのように動く馬のおもちゃ、おー、洋服の、洋服ダンスの中には大量の黒いシミがついている。洋服ダンスね、あ、タンスのことか。クマのぬい、さっきもここに女の、そうだよね。え、なに、あの女の子は、え、なに、逆パターンになってるってこと。俺が中にいて女の子が入れなくなっちゃったって、そういう展開。気になるものはない。リコーダーか、小学生の頃たまたま落としたリコーダーを踏みつけたシーンが盛大に転んでた思い出しかないな。お前よくその思い出今出てきたな。セーブしたい。まあいっか、とりあえずこっちか。うわー、誰、隠れないと、ここ、まあ、ここしかないよね。誰あいつ、こいつじゃない、シンじゃない、シンじゃなかったよね、シン。あれ、さっきのハサミを持った男はシザーマン、どうなってるんだ。とりあえず出るか。おエサミーは、お前、何こんな時に遊んでんじゃねえよ。違う、誤解だ。こそこそ隠れて何してんだよ。変態か、お前は。女の子が中に。それにさっきハサミを持った男も見たんだ。お前こそ何も見てないのか。さっきまでドアの前にいたんだぞ。は？何も見てねえよ。そんな、確かに。おい、これ。英語の絵日記を入手した。訳すんだったらさ、あの自動翻訳マシンに頼んでよ。代わりに共有して、京也に翻訳しろって伝えろ。俺ら周辺を回ってみる。あ、一人で、もし、お前までそんなバカげたこと言うんじゃねえよ。お前、なんでそんなに否定するんだ。あ？さっきのカイトに対してもそうだ。なんでそんな、なあ、昔のこと何も覚えてないんだよな。あ、またその話か。覚えてないって言ってるだろ。じゃあカケルのことも思い出せない。誰だよ、誰だ、誰だ、カケル、何ですか、何ですかそれ、え、初耳。ああ、俺の双子の弟だっけ。お前が事故に遭った日以来、行方不明だけどな。お前らいつも同じような服ばっか着て、いつも一緒にいて、すげえ仲良かったんだぞ。なんでいきなりその話になるんだよ。そんなこと言われても覚えてないって。お前昔からそうだよな、否定ばっかして。少しでも記憶を思い出そうとしたことあんの。うわ、さっきのセリフ、お前だけ言われたくねえよ。思い出そうとしたよ、昔は。ほう、でちょっと血だらけの女の子いたよね。大丈夫あの子、ちょっと一緒に行こうよ。てか、ハサミ持った男もせっかくなら一緒に行こうよね。なんなら。だったら、一旦戻って、あ、待ってね、はい、ちょっと、ウイルスくらいが動き出した。はい。で、下行って、セーブしておろっか。ここか？あ、頼んどっか。はい。
シンガラの伝言翻訳しろ。え、すごいな。命令の仕方がすごいな。じゃあちょっと、え、これは進んだね。これはもう確認、ちょっと面白くなってきた。いろいろさ、新しい展開が出てきたから。それじゃあ次回、じゃねー。クルイズキーやります。てか毎回こっから始める必要ねえよな。いや前回さ、もうわざわざ1回でさ、なんか、なんだ、1回でさ、わざわざセーブしてたけど、ここね、もうもろここにあったよね、ほんとに。編集しててね、なんでこいつ気づかねえんだろうって思ったわ。ほんとバカなんじゃねえかなと。もう性別と、もう性別との名をね、失っていい。2345。はい。これで性別との名を取り戻した。じゃあ行きますぜ。とりあえずさ、ここら辺って全部、もう誰か処理しろよ、これ。とりあえずここら辺全部調べてよね。ここ入れないんだっけ。鍵かかってる、鍵かかってる。あ、ここだ。あ、え、え、あ、はい。もう、もう逆にこの成分ばっかり意識いっちゃうよね。え、スレッサー、まあまあまあ、いっか。なんかいっちゃうよね。ここ何？ボタンの模様が描かれた扉だ。鍵がかかっている。俺さ、何度でも何度でも、もうドリカムの何度でも以上に何度でも言うけど、ボタンとバラ好きなんだよね。3回見かけっけ。え？3回？そんなにあるの？こっち行けんのか？お、行ける！怪しいな。いや、癖でさ、ほんと、マップ入った瞬間にメニューキーを押してセーブしようとする癖が、体に染みついてる。はい。ここ入れない。お、入れる。お、あ、誰？あ、あれだ、やべえやつか。男性用の服がしまわれている、書きかけの文。薬学書の他に木の実のようなものが丁寧に小分けされて保管されている漢方ってやつか。うん、話すか。お、イベントかな。はあ、少し疲れるね。なんでこんな面倒な構造してんだか。でもお前、ここ初めてじゃないんだろ。まあね。でもさすがにこんな変な構造だなんて知らなかったよ。何しに来たんだよ、こんなところに。一人になりたい時なんかにはちょうどよかったんだよ。あの人がいる間は僕にとって家も学校もストレスでしかないからね。あの人、あの人ね、今絶対そうなるよね。父親のことだよ。社会的地位ばかり気にして息子には興味ないくせに問題起こされると迷惑だからって学校にもいろいろと手を回してるんだって。この京也くん、いろいろ闇を抱えてますね。へえ、全然興味ないやつの反応ね。へえ、ふーん。そういえば、お前の母親も似たようなもんだったね。どういう意味だよ。中学の時、お前にべったりで、些細なことでクレームつけに来てたじゃないか。部活どころか修学旅行にも行かせてもらえなかったし、まともな学校生活には見えなかったけどね。修学旅行にも行かせてもらえなかったんだ。仕方ないだろ。元から精神的に弱い人だから、俺が支えてあげなきゃいけないんだよ。家族は大事にしろ。へえ、しっかりしてるね。別に。結局は入院してるんだ。俺は何もできてない。こんな時に無駄話しすぎたね。じゃあ、僕は他のところ調べてくる。別にそんなになんかわかるような話があったわけでもなく、日用品で、これはなんだ？なんでもなしか。ああ、特に何にもなかったな。まあでもここまだ何にも調べてないもんね。しっかり探索を入れるとこ。お、入れますね。あ、いるいる。セーブしたい。セーブしたいな。来た。こっちも。なんかでもこうやってキャラと喋ってってフラグ回収的にはなんのかな。あ、お前。あ、そうだ、前回こいつヘラヘラになったんだ。ヘラったんだ。本当に一人で大丈夫か。無理しないで。シンとかキュアと一緒に。いやだ。あ、もう変わらずだね。安心するよ。君がここまでヘラってると。え、今は一人の方が気が楽なんだ。わかった。神崎は僕のこと怒ってないの？え？だって僕がこんなところに行きたいって言い出したから、きっかけを作ったっていうか。きっかけはどうであれ、屋敷に入ったのは俺の判断なんだから、カイドは関係ないよ。関係ない？僕は悪くない？だったら公平。カイドウ、公平って本当に助からないかな。ハヤト、俺がはっきり言うよ。あいつは死んだよ。は？
早く病院に連れて行けば助かったりしないかな。実はまだ大丈夫で、公平が助かって。そうなれば、僕のせいじゃなくな、お前のせいだよ、全部。他のところ行ってくる。早くこっから出ないと。ね。死ぬなよ。カイドウ。ダメだ。終わった。男物の衣服の他にフリルのついた可愛らしいハンカチなどが隠されている。これ何見てたんだ。昔の裁縫箱だ。色とりどりの糸が今もミレームを潜っている。英語の本、フランス人形、フランス人形。とりあえずこれでちょっと進展はするのかな。でもここ入れなかったんだっけ。もうこれさ、ギシッと音が嫌だな。これ入れんだ。あ、え、お、あれ優しそうなおじいちゃん今いてよね。あれ、いや、あれ優しそうなおじいちゃんだよな、きっと。英語のレポート2ね。英語、イングリッシュレポート2ゲットね。聖書は英語のばかりで読めそうにない。紳士服、これさ、これ読めないの。やっぱり読めない。ちょ、お前ちょっとぐらい、お前ちょっとぐらいは読めるだろう。ここら辺って、あ、使えるんだ。金のねじ巻き。あ、金のねじ巻きってもしかしてなんかぬいぐるみとかに使うのかな。三角に使えない。結婚のメモ、スマホ、月の鍵。なるほど。また翻訳頼まないと。あ、翻訳頼みに行けばいいのか。翻訳こんにゃく、翻訳こんにゃく持ってれば。え、金庫は札のようなもので封がされている。え、鍵がかかっているのになぜか開けられない。あれ、なんでこの金庫開かないんだ。いや、わからない。少し机の上が荒れている。何か調べ物をしていたようだ。ヨーダ、ヨーダ、スターウォーズね。本当に関係ないこと言うよね。はい、うん、入れないようだ、ヨーダ、ヨーダ、スターウォーズ。もう 何回でもスターウォーズ。待って、これじゃとりあえず翻訳頼みに行きつつ、あ、光ってる。一回セーブ。なんか今音しなかった。一回セーブしよう。はい、で翻訳、英語のレポートの訳を共演頼もう。で一個また出てきた、頼む。お前ゴキブリみたいに言うんじゃねえよ。ゴキブリに出てきたから処理してみたらいいけど、すんなよ。報告、さっきハヤトが言ってた西館開けたぞ。俺は他にも調べたいところがあるから誰か代わりに調べろ。さっきハヤトが言ってた西館、ハヤトが言ってた西館、ハヤトが言ってた西館。ああ、二館の西館に入りたい。あ、ここに入れるようになったってこと。で図書室を調べたけど背が届かなくて棚の上までは調べられないようになった。ハヤトも届かないから神崎が調べてよ。ああ、じゃあ神崎めっちゃでかいんだ。なるほどね。確かに身長でかそう。2メーター5ぐらいありそうだもんな。じゃあ行きます。で、上行って、ここ?あ、ここじゃないな。あ、下か?ここか?あ、ここなんだ。あ、待って、ここってもともと、あ、ここなのかな?ここもともと来たのか来てないのかもわかんない。行きますね。え、よく考えたけどさ、俺もうずっとペラペラ喋っててさ、なんかうるさくないかな。うるさくないかな。まあいっか。おそらく公衆で使われると思われる備品が置かれている。ここはな、なんだこれ。誰からのか、書が飾られている。達筆すぎて読めない字がある。あ、わかるわかる。達筆って難しい、なんか読みづらいよね。公衆室、あ、入れる。あ、これが図書室だ。なる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 。英語だが有名な小説。これ光ってたりするところが動かせるわけでもない。ありそうだけど。おー、ええ?これ図書室だよね。ここ?うめ、びっくりした!びっく、あ、なるほど。びっくりした!これビビるよね。どんだけ高速で蹴ってんだろう。で、こうで、こうかな?やらかした。はいはい。まあ、こうだこうだこうだ。はい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 。え？あ、棚の上に袋がある。高すぎて手が届きづらい。ここか。来たー。まだ手が、え？え？まだ手が届きそう。え、ちょっと待ってね。これ、あ、え、
ぎる、すごすぎるぞ、自分がすごすぎてちょっと惚れる。桜の鍵を入手した。あ、思ってたより傘が役に立ったな。ほなに、もう何それ、もう来た、ほらフラッシュバック状態。なに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 、あ、過去だ過去だ。うわぁ、さっきより雨が強くなってきちゃった。かけるだよね、これ確か、ショーじゃなくて。かける、大丈夫、ちょっと寒い。なんでずっと雨宿りもしないで立ったの。せめて木の下にいればよかったのに。だってみんな来ないから木の下にいると僕に気づかないと思って。そんなのどうでもいいよ、あいつなんて。これあれ、これ左がこの主人公のみちるくん、双子だみたいなこと言ってたよね。みちる、怒ってるの、僕のせい。あー、うん、うん、全然違うよ。なんかこの声ダメだな、おっさん、なんかおっさん二人に聞こえるな。そっか、よかった。ヘックチョンいや、いるか、ヘックチョンのくしゃみするやつ。ダメだよ、もうすぐサッカーの試合なんでしょ。あー、飛ばしちゃった、ごめん、今ボタン高速で飛ばしちゃった、一個なんか飛ばしちゃった。でも僕もさ、ピアノの練習頑張るから一緒に頑張ろう。おい、めっちゃ優しいやつじゃん、かける。うん、早く帰らないとお母さんに怒られちゃうね。みちるのこと心配しちゃうよ。かけるのことも心配してるよ。雨が止むまでもう少しここにいようか。あ、そうだ、お前肝心なところで、お前ゲームじゃね、ゲームなんだよねこれ。うわ、いい、気になる、何を言おうとしていたんだろう。今のは俺の記憶、あれが昔の俺と、かける、なんでいきなり頭痛くなってきた。早くこっから出ないと。うん、出ましょう出ましょう。で、性病したいですね、非常に。あ、ここにつながる、なるほどね。で、桜持ってたっけ、資料。簡単に言う、桜、桜が、書いてない。あ、待って待って、セーブして、ちょっと待って、桜のやさがすまん、ちょっとこれだけ見ちゃっていい。レポート2完了。翻訳できてよ、何とも言えない内容だけど、それについては任せるよ、僕は他を調べる。絵日記完了。シンがこれの何を気になったのかは謎だけど、適当にやっておいた。残念だけど、さっきのレポートより役に立つ情報はないみたいだね。お前、今日や有能だな、本当に。でもなんかやべえやつな気がするんだよな。少女の絵日記、キョエによって翻訳された絵日記だ。うわー、すすごいな、後ろ根が気になる。11月8日、今日は日本にお引っ越し、みんな背が低くて同じ顔をしているね。いるわ。家はとっても広いけど、私の部屋は草の匂いがする、小さなお部屋で最悪です。11月11日、退屈。お父様はお仕事、お母様は家事、アロルド兄様は日本のお人形を可愛がっている。服は綺麗だけど顔がブサイクだから私は嫌い。でも男らしくない、兄様はもっと嫌い。おお、愚痴しか書いてねえな。11月13日、兄様がお母様からハサミを借りてるわ。またお人形作りかしら。お母様は困った顔をしてたけど、お兄様は嬉しそう。男のくせに気持ち悪い。11月17日、兄様がまたお父様に怒られてた。お人形で遊んでることがバレたみたい。お父様の命令でお母様は裁縫道具を没収していた。兄様はお部屋に閉じこもっちゃった。11月19日、兄様が隠してあった裁縫道具とハサミをお部屋に持っていくのを見たわ。やっぱりバカ。あ、ちょっと待って、前回のさ、あの扉の隙間から見えたハサミ持っているような血だらけのやつ、これ兄様なんじゃない。兄様ね、会話木馬、やっぱりバカね。私、お父様に言いつけちゃう。うわ、最悪、お前性格悪。ここで日記が終わってる。調査報告書に、はい、モンレオーネさんね、実はこの屋敷はカラクリという仕掛けが対応されてるらしい。厄介なことだ。失踪した当主の調査を進めた結果、彼は日本人でありながら英語にも精通しているようだ。となるとあの魔術書も読めたかもしれない。は、
11日、あ、11日なんか、あ、そっかそっか、全然年齢が違うから。気になる魔法陣を見つけ、魔法陣見つけちゃったか、ぐるぐるか。こういう類のものは下手に手を出すと、え、何これ、何、帰って厄介なことになる場合もある。あの本を見つけないことにはこの陣の意味もわからない。現在調べる部屋は調べたが、魔術書への手がかりはない。この奇怪な屋敷のことだ。隠し部屋があっても不思議ではない。まずはそれらを見つけることが必要か。あ、隠し部屋とかがあるんだ。ほんと、からくり部屋、からくりさ、あ、最後ちょっともう一回読む。これか。それらを、これね、さらなる調査を引き続けた。娯楽部屋の隠し部屋を発見した。また見つけた手紙からは、娯楽部屋の隠し部屋、予想外の情報を得ることができた。もしこれが事実ならば、これは厳重に保管し、鍵を探す。娯楽部屋なんてあったっけ。したけどうすかな。とりあえず桜と西館書き込もう。ここ何、桜行くわ。桜探してきます。あ、桜見っけ。桜来た。うわー、ヒロシ、マジヒロシ、え、マジヒロシなんだけど。館広いな。住人たちの掲示板のようだ。でもさ、これさ、大事なものって光ってる気がするんだよね。鍵がかかっているようで、はい。お、なになになに、え、今動いたよね。はっ、見つけちゃった。あっ、何かを来た。違う、これ何も起こらない。うん、多分まだだね、これは。なるほど、まだだね。入れない。え、何ここ、何ここ、え、鍵を開けた。なんで、なんで、何の鍵使ったの。え、もうここどこ。はい、皆さん問題です。今ここ僕どこにいるでしょう。わからないよね。あ、ここで、ね、一瞬でわかったわ。一瞬でわかった。なるほど。で、こう来て、ここ、入れる。ここどこ？あ、つながった、うん、つながった、あー、あ、うん、こっち入れないの？あ、お、なんだ？なんだここ？セーブだ。ごめん、あの、頭の中、今パニックになってる。いや、パニックになってるわ。ここ行ってみます。ここは彼岸花の模様が描かれている。鍵がかかっているようだ。え、ちょっと待ってね、今本当に何が何だか分かってない。で、ここが、これなんかどっかに繋がってんだ。はっ、いや、怒るぞ、分かんなすぎて。ちょっと待って、今一体、みんな落ち着け。今2階だろ。2階の、くっそー、こういうの苦手だから見方わかんねえ。どうしよう、見方わかんねえ。とりあえず調べていこう。くっそー、苦手なんだよね、こういうの。まずないね。光ってるものがないってことは、鳥は大丈夫みたいな感じだと思うんだよね。あ、ほら、光ってる。こういうの。ろうそく、これ大事だね。でも、火、つけるものがないから。はい。今回でも、がっつり探索進めるわ。がっつり探索進めるわ。はい。こっちは？桜の模様。あ、赤いの開けた。いいね。で、あ、はい！つながりました！なるほど。あ、なるほど。わかった。りょう。で、あ、光ってる。茶道の道具だ。お茶をかき混ぜる。これ、なんて名前だ。あ、こっちか。丸石。あ、これ、はめるやつじゃない。やばい、この赤い丸い。なんか、飴玉かな。着信ありで最後、みんな口の中に入れてる飴玉かな。木製のからくり人形。背中に何か。あ、はい。待って。セーブしてないのに、こんなにさ、ガツガツ進めていいのかな。殺されない。何も起こらない。返せバカだれ。おー、
じゃあ一旦寝ましょう。でこっち行きましょう。はい。なんか娯楽室、あ娯楽室、ほらここに隠し部屋があるみたいなこと書いてたよね。すげえ進んでない今回。入れた。ここが英語のレポートに描かれた部屋か。描かれたじゃん、書かれてた部屋か。ちゃんと調べてみるか。いや俺ね、このビリヤード台とかなんか怪しいと思いますね。緑の玉には6と書かれてる。黒の玉には8、ほらね、緑6、黒8、オレンジ5、茶色7の紫が4。忘れた、もう忘れた。で、こっちもちゃんと調べていこう。立派なグランドピアノだ。関係ない。これ何？関係なしか。上もある。黄色いためには1。え、何こういうところにも玉ありますよみたいなのやめてほしいんだけど。白と黄色の玉には9と書かれている。でここもこっちでこう見るのか。名前にも書かれてない。ちょっとね、なにこれ、赤い玉には3、少し寂しげな。わけわかんなくなってきたな。一旦待って、ちょっとメモる、メモタイムに入るんでちょっとカットします。ちょっと何で、この数字をさ入れるところがそもそもなくない。あったー。はい、ちょっと待って、一旦ちょっとメモるんでカット。かっこいいな。あ、青がここにある。これで、今全部メモって、青、赤、黄色、緑だと考えると、青が2で赤が3で黄色が1で緑が6、2316だね。2316いきます。2316、これはシンプルにこれでしょ。はあ、来てしまった。女の人、待って、これ、いやこれね、こういう時ね絶対わってくるわ。セーブして、これセーブは、セーブねー。うわー、ごめん、セーブに戻る。一安心だな。行くか、いきます。今日はこれ見て終わろう、今日これ見て終わろう。いきます。あー、なるほど、なるほど。あのお兄さんが殺したってことか。なんだよ今の。英語のレポートさん、探索はこんなもんかな。時間が来る前に集合場所に持っておくか。おー、進んだ。今日とんでもなく進んだ自信がある。よく頑張った、よく頑張ったでしょう。俺は自分にあげたい。こうだっけ、ここだね。はい、じゃあここで進んじゃうと多分もうストーリーが、こうやっていいね、次に行っちゃうと思うから、ここで終わらせよう。あー、いい、面白くなってきたね。さよなら。クルイズキーやってくぜーって、結局このスタート画面からやってるよね。で前回はサクサクパンダだったから、今回合流するところからでいいんだよね。また、なんかさ、またさ、なんか、あ、来た。ほら、ほら、もう絶対。もうすごいな、すごいな。もう予定調和かのように一人足りねえな。誰だ？誰だ？進化？いねえのは。どう？進展あった？
英語のレポート3を、いやいやそんな当たり前のに渡すな。まずまた英語、いやまた英語の前にまず気になるところあるだろ、一人いねえんだぞ。なあ、誰か見かけたりしてないか、その外国人とか。外国人か見かけては、まあまあまあ幽霊見てっからな。は？いや、そのん、カイドウ大丈夫か。うわ、ちょっと待って、これさ拡大したらわかんだけど、すげえ顔色が悪くなっちゃってるぞ。もうダメだよ、出口なんかないんだ。もうハヤト、ハヤトもう下向いちゃって、どうしたの。諦めるのは早いよ、全部見て回ったわけじゃないし、死んだってまだ戻ってきてない。あ、そういうこと、戻ってきてないってことはいずれ戻ってく、いやでもね、シーンは死んでるんじゃないですかね。シーンだけにね、もうなんでもない、もう全部聞かなかったことにしてくれ。無駄だよこの屋敷自体、意味わからないし、さっきから僕たち以外の気配だってしてる。それにここにいると気持ち悪いんだよ、なんか、なんか。それは俺も同じだよ、だから早く脱出方法を探さないと。分かってるよ、でも僕がこんなところに、もうすごいさ責任感じてるね、まあ、もっと責任感じた方がいいよ、死んでんだからね人が。さっ、ああうわ、うわ、開けよ、開けって。いいリズム、リズムいい、刻むね。ハイド、こっちも刻むね。これさえ開けば助かるんだ、これさえ開けば、これさえ。そんなことありえる。そんなことありえるの、あいた、斬新すぎない、な、さっきまでビクとも動かなかったのに。ハヤト、どうやって開けたんだ。来なきゃ、え、早く連れてこなきゃ。あ、待って、これ、あ、待って、でも死んでるって理解してるんだよね、一応。だけど、その連れてきてまだ生きてる可能性を求めようとしてんのかな。ハヤト、一体何を。今日や、シーンを探してくれ。俺はカイドウを追うから、何か嫌な感じがする。わかった。でもその前に何かドアに挟むもんない。せっかく開いたんだから、この状態をキープしないと。え、この本、この本挟んじゃうの。とりあえずこれでいいだろう。ああ、早く二人を連れてこないと。で、一人になっちゃった。出ようぜ。いや、いや、いいって、いや、いいって、もう絶対、いや、俺だったら絶対に出るね、絶対出る。そして助け呼んできた方が早いんじゃないかなって思っちゃうもん。絶対出るよ、これ。そのうちさ、こうやって戻ってきたら開かなくなってるパターンなんだって。絶対そのパターンになってんだって。もうバカだな、頭良さそうな顔して。で、上か、何、ボーイス、全然違うやつ出てきた。今もう貞子だったじゃん。は、今のなんだ。いや 100%、 いやいや 100% 勇気に貞子だったよ。あ、え、行けなくなってる。クソ、遠回りするか。完全に行けなくなってる。そうだな、え、ここに落ちちゃったとかじゃないよね、そういうわけじゃない。あ、今待って、板が立てかけられていたから、板が立てかけられていた、板、なんだろう、なんですぐダジャレを言おうとするんだろう。遠回りってことはこっちから行けばいいっていうことだけど、どっかセーブポイントなかったっけ。ここにあるね、あの板を多分使う気がするんだよね。ここでいっか、はい、こっち行けないよね。ん、あ、行けないよね、で、こっちだね。で、入れない、入れない、た、うーわ、うーわ、うわ、え、うわ、え、え、え、あーす、俺セーブしたよな、入ります。あ、え、あ、そういうことか、あ、そういうことか、びっくりした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 、連れて来てるから、そういう、あ、そういうことだよね、そういうことだよね、血をそのまま連なってる、びっくりした、びっくりした。なんかまた嫌なことが起きて、すごいな、人を背負ってかつ板まで置いて、もう何でもできんだな、完璧人間じゃん。うわ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 、もうグロテスクだなお前。マジか、お前どうかしてるぞ。
邪魔しないでよ。浩平を早く病院に連れて行かないと死んじゃうだろう。何？渡り、渡りって言うんだ。あ、もう死んでない。まだ死んでない。死んでなんかない。ただ怪我しただけだよ。自分じゃ動けないみたいだから僕が連れて行かないと。だからね、お願いだから邪魔しないで。やめろよ、やめろって。生きてた。シン、ハヤト、お前何してんだよ。悪ふざけにも程があるぞ。そっちこそ何してるんだよ。早くしないと公平が死んじゃうって言ってるだろ。邪魔するなよ、この人殺しどもが。病院に連れて行けば助かるって言ってるだろ。なんで邪魔すんだよ。お前ら公平を殺すつもり。いつもいつも偉そうにしてるくせにこういう時に役に立たない。ふざけてるのはお前らだろ。ハヤト、自分が何言ってるか分かってるの。うるさい。僕は悪くない。ここで僕は悪くないになるとは思わなかった。もうお前が悪いわ。いや、お前もう公平ベターってなっちゃってんじゃないかよ。え、そっちにも殺しに行く。僕のせいじゃ。こんな僕だってこんなつもりじゃなかったのに。シン、カイドウを止めろ。ああ、やめろ。なぜ。いや、これ確実に死んでる。この死に方、あのドラゴンボールのウパだっけのお父さんの死に方以来だぞ。この死に方見たの、あのタオパイパイにやられる。はや、と、え、これ誰が殺したとかそういう問題じゃないよね。そういう問題じゃない。幽霊にやられるとかそういう問題でもないよね。事故になってるよね。違う、そんなつもり、僕はそんなんじゃ。分かってる、落ち着け、落ち着くんだ、落ち着け。僕こんな。今日や、外に行こう。これは事故だ。分かってる、分かってるから。そうだね、そうだよね。3人になったからもう帰ろう、帰ろう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 。いや、まあですよね。特に俺は何も言わないですよねって感じだから、何も言わない。もう今のアで察してくれたのかな。あー、ハヤト、あのテンポがあるんじゃない。ドン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 、チェケ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 のこのテンポじゃなきゃ開かないんじゃない。いい加減にしろよ、このクソ。振り出しに戻るってことか。さすがにきついね。呪いかも。呪いってお前、だって明らかにおかしいことばかり起きてるじゃないか。いい加減その可能性がないとは言い切れない。お前たちだってうすうす気づいてるんじゃないのか。確かに気づいてる顔してるね。これ早めに終わったから渡しておく。調査報告書3。なんということだ。まさかこの屋敷全体が呪われていたなんて。今まで不穏な空気を感じなかったというのに、今日の夜だけは明らかに違う。これが魔術書の力なのか。息子が妻と娘を殺害した。これも屋敷に蔓延する呪いの影響か。あのような悪魔の所業をアロルドがするはずがない。ああ、やっぱりそうだった。あのハサミ持って死ざまいになってやつだよね。なんとしてもこの屋敷の呪いを解明しなくては。この屋敷に閉じ込められた今、そうするしか道はない。万が一のために教会から支給された聖水が役に立つはずだ。あれは手紙とともに金庫に保管している。早くしなければ私自身がこの呪いに侵される前に、息子がこれ以上罪を重ねる前に。いや、これも死んだでしょう。はあ、オルガ、コーネリア、救えなかった私を許してくれ。うわ、惑星コーネリア、
今までの集めた情報からしてその線も捨てきれないね。じゃあどうすんだよ。脱出路だけじゃなくてこの屋敷に関するものも探っていくしか。スマホのバッテリーも切れそうだし、あまり時間がない。手分けして探そう。京也が呼びに来た時、2階の東館に行けるようにしといたから、気になるならそこも調べろ。2階の東館？分かった。京也、じゃとりあえずこのままに、あ、間違った、2階の別場所セーブでいいよね。ここそうだよね、初期だもんね。2階の東館に行くで試行するもそうだよね。じゃあ行ってみようかな。うわ、助け出してあげろよ。悟空は助けてくれたぞ。うわうわ、ちょっと、ま、マジでグロテスクな刺され方してんのこれ。で、2階の東館入れない。ここもともと入れてよね。あ、こ、あ、ここだ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 、セーブして、ここはおう、光ってるものからまず調べようかな。使ったものは元に戻しましょう。ということはなんか元に戻さなきゃ死ぬっていうパティンが、ボタンの鍵あそこじゃん、真ん中の上のところじゃん。雑巾が下、いける、いけるね。ほう、ここは物置小屋的な感じかな。でも市内で一度も逃げたことないな。あー、まあ、光ってないから今はとりあえずいらないのかなって感じだね。はい、で左にキーの下も行ってないよね。行きます、よ、入れない、かすれていて読めない。でこっちが、はい、なるほど。でえ誰これ、全然なんか全然違う人に見えない。なんか全然違う人に見えないこの人。でこれグロいよな。うわうわうわ、これグロだもんな。でここでセーブして、今日もサクサクパンダになってんだ。でこれで、はい、で入る。うわうわ、やっぱなんか雰囲気が違うね。霞んだ、はい、何、え、何ここ、え、困惑、え、困惑、何ここ、え、何、え、マジヒロシじゃん、ここもマジヒロシじゃん。オイルランプは使えそうにない。だけど、あ、意味ないね、ろうそくだもんな。はい、マッチでーす。手に入れちゃいました、マッチでーす。だったらこれ使えるのかな。マッチどれぐらい入ってんだろう。何も起こらない。あれ、なんかろうそくどっかにつか、どっかにつけてって感じなのかな。こっちは、うわ、え、待って、広くない、どこ、あ、ここい、あ、あ、あ、セーブ、ラッキー。でも、今までと同じスタイルでいこう。広いけど、とりあえず一通りバーって見てって、で、一個一個順番に、やっていこう。それが一番ね、あ、これ、あれ？二階の女子寮にもあった変な模様が光を放っている。なぜか消せそうにね。これがさ、ぐるぐるなんじゃないの？じゃあ、二階のやつもその魔法陣？はい。大きな十字鏡は行くだろうだ。鏡までついてる。うん。トリマ、こっちの方に全部見て行く。何これ？ヤマトナデシコ？ナデシコ？何これ？イエス・キリストを描いた。ああ、大きくて迫力がある。もうただのなんか小学生みたいな感想になったな、急に。で、藤の模様。ああ、こっちは？こっちは特にない。で、こっちが？ああ、つながってるパーティーンね。はい。で、ここら辺も。見てって全身が映る、あ、光ってる、はい、紫の式に、古びた紫色の式の動詞の式だ。アキヒトだっけ、アキヒト様が不在の間、サヨコ様が階段から転落し病院と運ばれた。頭部を強く打ち、事故前後の記憶が欠如していて、しているようだ。私が意識にいたというのに何という失態、アキヒト様は私を責めはしなかった。命に別状はなかったのが、せめてもの救いか。6月25日サヨコ様の療養が終わり、サヨコ様は久しぶりに屋敷に戻られたが、様子がおかしい。事故で記憶が欠落し、不安なようだ。サヨコ様への配慮を心がけるとしよう。優しい人じゃんね。
退院して以来学生たちが小夜子様を心配し毎日のように会いに来ているようだ。気遣っているくれる気持ちはと私としてもとても嬉しい。だがそれでも小夜子様の様子は不安定だ。明人様はそんな小夜子様のために日記帳を送られたらしい。一日でも早く小夜子様が回復するのを待つばかりだ。おお、その小夜子様、あの貞子様が小夜子様なのかな。そういうことなのかな。で、これで今持っているもので状況を整理しよう。丸石とかさ、なんかはめるようなところあったから、ちょっとそこら辺行ってないところ行ってくるわ。はい、サクッとカットしよっかな。はい、なに、はい、なに、なに、びっくりした、びっくりした。もうそのさ、カットしようかなって言って急にイベント入るともう俺喋るさ準備してないからビビるんだよね。ん？お前学ラン後編に使った。ハヤトも何とかしたいけどさすがに難しいね。カイドウ精神的に弱ってたな。やっぱり無理にでも一人にさせるんじゃなかった。もう怒ったとし、もう怒ったことに対して後悔したって意味ないよ。もうね。でもさ、みんなそれぞれ一人一人で行動したから結果的にこうやって二人も死んじゃったんだから、いい加減学習して三人でさ動けばいいのにね。でもなんでだろう、なんなんだろうね、この屋敷。ここにいるだけでなぜか思い出したくないこととか考えたくないことが押し寄せてくる。お前は大丈夫なの？結構冷静そうだけど。え？記憶がない分他の人より過失とかトラウマとかそういうのが希薄なのかな。俺だって不安だよ。そっか。ところでさ、細い棒とか見かけてない？そこそこ長めなものがいいんだけど。あー、どうだろう。でもそんなの何ですか？しないですね、しないですね。きっと傘でも、傘でもワンチャンいけんじゃない？気になる部屋があるんだけど、ドアが何かに突っかえてるみたいでね、開けられないんだよね。だから探してるんだけど。ふぅ、少し休めば俺が探してくる。え？じゃあ少し休ませてもらうよ。ああ、見つけたら持ってくる。うん。と言って彼は永遠の眠りについた。あ、はい、僕1階の第2階西の方まで行ってないからそこ探してないんだよね。え、待って、とりあえずさ、ちょっと待って、一旦セーブして、あの市内行ってみていいですか？行ってきます。あ、ここか。これじゃないの？あ、この剣じゃない？あ、なにこれ？びっくりした。色の違うピースがある。え、なにこれ？ここに丸石はめれない。1階の第2西館？あ、娯楽室の方か。あ、なるほどね、ビリヤードか、そういうことか。あー、なるほど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 、これか、これね、9ね、9999、これで行けば、行って9すればいいんだね。なるほど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 、了解。で、戻って、マットになってるよね。でさ、一回ここがなんか引っかかってるって言ってるんだよね。あ、何も起こらない。これじゃあ普通に京谷のところに行けばいいってことなのかな。え、あ、来た来た来た。あ、ここなんかさ、これ京谷に使う、ぐさって京谷に刺すみたいな感じに見えるけど、これでいいか。あー、いいね、ありがとう。じゃあちょっと開けてくる。どこ？1階ロビーに大きなドアがあるだろ、あそこの部屋だよ。開けておくから気になるなら自分でも調べたらいいよ。あ、合ってるよね。じゃあさっきの何かが引っかかってるっていうところで合ってるよね。うわ、なんかちょくちょく進んでる気がするけど、前回ほどは進んでないけど、まあまあいいでしょう。ここで、ひだ、ここが開くってことか？開く！開く！ここは。お前、何これ何これ何これ。うわ！何何？また？はい、来た！はい、過去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 。過去だね。未来ではないよね。過去だね。ひれー！すごいね、ここ。何の部屋だろう。テーブルでかいし、ここでご飯食べるんじゃない？え？となると何人家族なんだろう、ここ。あれ？どうしたの？ない。いやー、キーホルダー。あれ？あれ？あずさが作った熊のキーホルダーのこと？
おう、いつも持ち歩いてるもん。もしかして落としちゃったのかな。どうしよう。さっきまで噂話の探検してたもんね。暗くなってきてるから探すの大変だよ。ああ、でも一生懸命作ってくれたものだし、なくしたのバレたら怒られちゃう。ああ、じゃあさ、俺のあげるよ。俺も同じのもらってるから。このかけるっていう子がさ、出てくんのかな、いずれ。いずれ出てきちゃう。でもう死んでるとかなのかな。うんうん。あれ、僕たちに合わせて色分けして作ってくれたでしょ。赤いのはミチルのためのもんだからダメだよ。そんなの気にしなくても、俺は他にももらってるし。母さん、じゃあまた明日探しに来よう。明るいうちに来てさね。あ、わかった。これさ、ミチルとさ、このかけるだっけが、この屋敷の帰りにあのオープニングの事故に繋がるんじゃない。え、本当に。うん、俺が見つけてあげるよ。約束する。うん、ありがとう。しっかしまだ雨止まないね。今帰ったらまた濡れちゃうよ。よし、かける、かくれんぼしよう。なんで。こうなったら雨が落ち着くまで遊ぼうよ。こう隠れる場所多いしね。よし、行くよ。最初はグー、じゃんけん。なにこれ、なにこれ。もうまたいいところで、またいいところで。え、かくれんぼして、そっからかくれんぼしてから多分事件が起きてるよね。いなくなったか死んだか でそれでやばいと思って館出たら引かれた。え、でもそしたら二人とも、え、どういうことだ。もうまたか。なんでさっきから記憶が。は、え、かける、そんな、まさかだよな。おー、なるほど。おーっと、光ってる。誰の中にいないのかな。こっちが邪魔で取れ。え、待って、これ誰。独特な雰囲気も、これさ、なんかさ、鎧とかつけてればさ、月の守護者、鎧も人になれば無敵なんじゃない。太陽の守護者、月の守護者、かっこいいな。でも今回はこっちのだ、動きそうにない。一旦ここで終わりだね。セーブするわ。セーブして終わろう。いやー、進んだけどさ、なんか嫌な感じになってきたので、かけるが出てくんのかな、わからない。さようなら。クルイズキーやるっと、いくぜ。続きから少し間が空いちまったな。前回この大広場入れるようになって、入って過去編行って、現代に戻ったらかけるっぽい幽霊がいたんだよね。で、何だったっけ。あ、そうだ、これ取れないんだっけ。段の中に何かがあるが、格子が邪魔で取れないで終わったんだよね。つうことは、なんか怪しそうなやつを、独特な雰囲気を持つ男性の肖像画だ。ああ、男性と女性の肖像画で大きく切り裂かれ、女性の顔が見えない。これあれなのかな、その、さよこ、さよこ、さだこ、さだこみたいな、さよこみたいなやつなのかな。月の守護者、装飾用の偽物の剣が、はい、もう、はい、察しましたね。もう、はい、はい、わかる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 。こういうのってね、大体取るでしょ。とっ、ん、なんだこれ。よく見ると太陽の模様が描かれている。あ、なんか、え、待って待って、普通に考えたらさ、あ、ちょっとはい、もうね、すべて先に言うわ。これね、多分月の守護者でしょ。ってことはこっちね、太陽のなんちゃらだよ。太陽の守護者で、こっちね、多分取ったら月の模様が描かれてんだよ。はい、うん、そうだよね。はい、来ました、はい、来ました。で、これでこっちのやつをそのまま近くのこいつに渡すかと思ったら、逆のパーティーのやつね。で、これを持たせーの渡しーのすることによって、ここが開く。富士の鍵、はい、出たね。どこだ、どこだ。富士は部屋がわからないな。そうだ、これは動画だ、カットだ。ここね、やっぱりね、割と隠す必要もないことだから言っとこう。2分迷った。じゃあ行くぜ。アイテムで鍵を使う。来た、これなんか、あー、そっか、もうセーブがな、セーブは来い、セーブ来い、
セーブがなくて光ってる箇所が2箇所。あー右。パズルピース？何それ、あーなんだこれって、なんか なんだこれって前回前々回ぐらいに言った、1階のどっかにあったな、パズルみたいなやつね。書類が置いてある書きかけの状態のままだ。黒の日記、急に黒の日記、古びた黒い表紙の日記帳だ。今まで黒の日記とかなかったよね。黒の日記、7月4日、八雲の話では寮生たちがよく小夜子の見舞いに足を運んでくれているようだ。あの事故で不安を与えてしまったのではないかと思ったが、杞憂だったのかもしれない。しかし小夜子の容態は不安定なままだ。一体何を恐れているのか僕には分からない。あー、これあれか、ご主人側の黒の日記って、そういうことか、ご主人視点のね、日記ね。7月4日、偶然ある寮生の会話を聞いてしまった。僕が犬間に盗みを働こうとしたらしい。そしてその現場を最後に目撃され、焦った彼は彼女を階段から突き落としたと。すぐに理解した。彼は小夜子を案じていたのではなく、自身を案じて彼女を監視していたのだと。あ、そういうことね。まあさあ、じゃあ全然心配されてなかったってことか。そもそも今までに感じたことのない悲しみと怒りが込み上げてくる。今すぐにでも彼を咎めたいが、小夜子や他の寮生にも不安を与えることはしたくない。明日の夜彼と話し自首を進めよう。それに応じないのなら警察に引き渡すしかない。正直とても残念で、とても憎らしい。絶対これでなんかその小夜子さんが死んじゃったん、あ、でも階段から落ちてまだ生きてるって言ってたから、あ、なんかでも小夜子さんあれ幽霊だからさ、死んでるパターンだよね。セーブして、これどうすんだ、とりあえず出るか。あーんと、こっからおいーす。あれは死んだな、生きてるけど死んだな。しょうもな、セーブないよな。後ろからわって言ったらビビるから。こんなところにいたのか、なんかしいや、こんなところにいたのかっていうか、完全に見て追ってきましたけどね、僕は。はい、なんか進展あったか、微妙。男子寮の方に開かなかったドアがあるだろう、それをようやく開けたくらいだな。中に入ってもあんまり収穫なかったけど、はい、ここちゃんと覚えておこう。男子寮の方の開かなかったドア、もう覚えてないな。とりあえず開かなかったドア、行けなかったところが行けるようになってると。そっか。なあシーン聞いていいか。あ、かけるってどんなやつだった。は、母さんはかけるのこと何も教えてくれなかったし、親権は父さんが持ってるから家にかけるのものは残っていないんだ。なるほどね、双子気になるよね。母親に避けられてるって話は聞いたことがある。お前かけるのこと心配してそれを描いてたのを覚えてる。虐待されてたのか。そこまでは知らねえよ。態度に差があるって感じじゃねえの。暗い性格でいつも一人だったから、正直不気味な印象があったし。ああ、見てるみんなと一緒だね。はい、ピアノの練習ばっかしてるせいでクラスの中でも浮いてて。でもピアノ弾ける人ってすごいよな。ごめん、急になんか小学生みたいな感想言い出したの俺。何がピアノ弾ける人ってすごいよな、誰でも言えること言ったな今。いじめとかピアノだからクラシックが懐かしく感じるのか。お前とあずさだけは仲良かったから、詳しく知りたかったから。あ、あずささ、あずさどこ行ったの？てかあいつ出てくんの今後。俺がやるのはそれくらいだ。もしかして屋敷を支配してんのあずさだったとか。てかなんでいきなりさっきはあんなに。かける会議を企画するんだ。ごめん、今大事なシーンなのになんか急に片言になっちゃった。かけるがいる気がするんだ。さっきから断片的だけど思い出してきて、二人でここに来てかけるの気配がするっていうか。シン、そんな、じゃあどうし、気配ってお前その意味分かってんのか。それじゃあかけるが俺だって分からない。分からないんだよ。まあ死んでるですよねきっと。かけるくんは気のせいだ、ただ疲れてるだけだろ。違う、あれは
お前、昔から俺が記憶を思い出さないことによくイラついてたよな。何知ってるんだよ。知らないからお前に聞いてたんだよ。何も知らないから。じゃあなんで今聞かないんだよ。お前も俺と同じで逃げてるじゃないか。確かにね。っていうかさ、それもそうだけどさ、一緒に行動しろよお前。結局似たようなところみんなでぐるぐる回ってんなら一緒に動けよ、バカタレ。で、なんかどっか男子寮の方がイケてるってなってたよね。少し資料を見て。男子寮がどこ。男子寮って書いてたっけ。あ、書いてる。男子寮。うん、男子寮今どこだ。あ、右の、うん、右のここか、ここのここか、あ、こっちか。あ、あー、うん、さだ、さよこさんがいる。これ絶対さよこさんの。これわ、わかりやすい。もうここに入りなさいってものすごくわかりやすい誘導してくれた。でもね、俺はこっちに行きたい。何もない、黙ってここに入ることにするよ。はい、来た来た。はい、過去来た、過去来た。あー、でもここでか、そういうことか。これもかけるとの過去じゃなくて、完全に主人とさよこさんの過去か。これは最後。あ、なるほどね。これ自分を突き落としたやつか。を殺しちゃったってことか。あら、秋人さんどうなさったの。あ、秋人さんね。さよこ、何を。え、何をって。あら、私なぜここに。え、これは、え、あ、私なぜ。いや、落ち着くんだ、さよこ。私、またさよこ、どうしてこんなことに。いや、本当だよな。本当にどうしてこんなことに言ってレベルの。お前のその言葉ぴったりだわ。え、これで終わり。今のは、あー、秋人さんの過去って感じか。まあ見ちゃうか。緑の日記、はい、古びた緑の表紙の日記だ。あー、どっかの鍵とかでもなく普通に日記。日記、日記、しかも緑。旦那様が学生の遺体を地下へと運ぶのを、うわ、見てしまう、目撃してしまった。これ地下があんのか。じゃあ旦那様の話では奥様があの学生を。信じられなかった。貧しくどこにも行き場のない私に救いの手を差し伸べてくださった奥様、あの方が殺人など。でも旦那様も嘘をつくような方でないのも分かっている。だから私は旦那様に協力し隠蔽することにした。お二人は私の恩人、お守りしたい。うわー、隠蔽しちゃって、それは、わー、協力しちゃったんだ。隠蔽捜査だったっけな。隠蔽捜査っていうタイトルのドラマがなかなか面白いんだよね。7月10日、奥様は普段と変わらぬ様子でお目覚めになられた。どうやら昨日の出来事は覚えていない様子。うわ、都合のいい記憶ですな。情緒不安定なせいか記憶が曖昧な時がある。おう、それほどまでに精神が弱っているなんて。そっか、じゃあもう、あの、自分の意思で殺しに行ったっていうわけでもなさそうだもんね、あの反応を見る感じ。なんで私こんなところに、うわーとか言ってたもんね。でも旦那様はそれは、それを好都合だとおっしゃった。そうだな、真実を知れば奥様は本当に壊れてしまうかもしれない。あり得る。ん？うん、こっからどうすればいいんですかね。あ、そうだ、なになになに、みちる、どこだ、みちる。しん、なになになに、どういうこと。え、なに、あ、ちょっと待って、一回セーブし、一回セーブし、一回セーブし。あ、できるかな、これセーブできるかな。返事しろ、みちる。シン、どうした。みちる、早くに。シン、そんな、そうだ、消えろ、来るな。おい、なんだよ。シンが、もうこれ死んじゃうだろ完全に。
ちょっと待って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 、これどうすればいいんだろう、これどうすればいいんだ、どうすればいいんだ、もう芯を覆うってことは、うわ、待って、でも一応セーブあったんで、まあ行きます、もう行きます、行く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 ね、どこなんだろう、あ、ここなんで来るんだよ、芯を覆う、芯を覆う、あ、これこれこれこっち、あ、この地全然違うなこの地がそもそも違うな、あ、これ1階に行くのか、お、来た、違う、俺だって好きでやったんじゃない、来るなー、なんか階段から落ちたような音がしたな、え、下か、お、え、かけるシン、待ってろ、何か血を止めるもの、うわー、やばいな、血の出方、いや、かっこいい、血出てても俺のせいだ、はかけるに嘘ついて呼び出したんだ、かけるをいじめた奴らに命令されて来るとは思わなかったんだ、あいつら裏山に来るか賭けしてて、かけるを陰から見て笑ってた、その途中で雨が降って俺あいつらと帰ったんだ、かけるを置き去りにして、その時お前かけるを探してて本当のこと言ったらすげえ怒ってどっか行って、その後二人のこと聞いて俺もういい、知りたかったんだ、俺が従わなければこんなことに、頼むからもう喋るな、俺だってかけるに気づいてた、でも認めたくなくてめっちゃ喋る、もう喋るなんて言ってあとめっちゃ喋るこいつ、いや、それは喋ってんだからそうなるわ、シン、つけろ、え、シン、くそ、死んだ、怖かったんだ、思い出せ、自分を失ってから日に日に怖くなって何も考えないのが楽だった、でもそのせいでシンは今までかける、俺の記憶が戻ればお前がここにいる理由がわかるのかな、る、うわー、つうことはみちるくんと、ん、この腕の切り傷、階段から転落したからってこんな傷、どこにいる今日や、えい、もうそれもうあいつじゃん、その言い方、いや、やっぱな、やっぱな、やっぱそうだったんだな、ほらもうパート1で言ったぞ俺、多分こいつなんか笑いながら人を殺しそうって、ほら完璧な推理だったじゃねえかバカだれ、じゃとりあえずその京也くんを探せばいいのかな、どこにいるか分かんねえわ、あ、そうだ、え、ここだここだここだ、ここなんか入れるようになってるっぽいんだ、あ、ここ入れるようになっ、はい、なんだこれ、あ、びっくりした、とても強い、あ、ここかここかここか、そうだね、確かにシンが死ぬ前のところになんか空いてんのに入れなくなってたもんな、行きまっせ、ということはここで進むね、はい、急に喋り出す、学生の交換日誌、古びた日誌がある、内容は男女による交換日誌のようだ、うおーい、スケベだね、お帰りなさいませ、あ、ごめんなさい、もう一文、最初の一文でスケベっていうさっきのワード撤回するわ、こんな丁寧な交換日誌だもんな、現場での研修はいかがでしたか、あなたのことですからいろいろと学んでまた一つ成長されたのでしょうね、今度お話を聞かせてくださいね、千代、あ、ただいま、今回の研修は研修の機会を作ってくれた旦那様に感謝しなくてはね、機会ができたら君とゆっくり語らいたいよ、そういえばここを立つ時に一緒に見送ってくれた彼らはどうしたんだい、帰ってから姿を見かけていないのだが、
キヨ。嘘だろ、まあ、これキヨシなんですけどね、絶対 100% 今もう読んでる最中に最後下のキヨキヨシっていう感じの名前見てちょっとリアクション今考えてたからね。はい、行きます。で、どうやら家の事情で大量されたと小杖さんからお話を伺いました。せめて挨拶くらいしたかったのですが、急なことで。以前に彼らが談話室に時計が2つあるのに疑問を、ちょっと待ってね、談話室、時計が2つ、これか、すごい発見をしたのに残念です。あのからくりを見せつけたかったですわ。そうか、彼らはもういないのか、残念だね。しかしあの部屋にからくりとは興味深いね。ぜひ僕にも教えてくれないかい。それはいいのですが、たまにはわがままを言っていいかしら。以前あなたが書いた詩に私はとても感動しました。次は私のために詩を書いてくださらない。うわわ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 わ、めんどくせえ女だな。交換条件ということか。君に詩を送るのは初めてだね。正直照れくさいのだけれど、僕の詩でよければ。お前ベタベタじゃねえかお前ら。嬉しい。詩ができましたらこの日誌と同じく公衆室の私の席に置いておいてくださいね。あなたの詩を心から待っています。なんだっけ、談話室に公衆室もあったっけ。公衆室、あなたの、はい、両方行ってみよう。ここで文章が終わっている。この部屋に住んでた女子学生の交換にしか、相手は男子寮の誰かだったんだろうけど、じゃあちょっと戻りいいのするよ。入れないんだ。行ってん、あー今なんか見えた、今なんか見えた、今なんか見えた、いた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 、ここだここだここだ、いた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 、ここだ。え、今いたじゃんね。先に時計やれってことか。ここ談話室だよね。ああ時計、確かに時計がある。針がむき出しになって動かせそうだ、動かせそうだ、動かせそうだ。え、何も起こらない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 。ちょっと分かんなくなった。ちょっとすごい座い仕方ないので、ちょ探索行ってきていい、ちょ時間もいいところなんだけど一旦探索行ってくる。あ、びっくりした。はい、来ました。なんだここちょっと待って、ちょっと待って、ここなんだ、ここ入れなかったっけ。もうそれすらも覚えてない。でもなんか来た。恋文、いや読もう。何も起こらない、何も起こらない。あ、わかった。この恋文をさっきの女子のところの席に入れろってことか。そういうことね、いた、そういうことだね。なるほどね。ここでアイテムで、あ、こうだこうだこうだ。うわ、何ちょっとさ、時代と時代全然違う。俺がこっそり何こいつらのキューピッドになってんだろう。まあ、キューピッドも何もこれでいいだろう、これでいいだろう。約束は果たされたはずだけど、あ、来た来た来たんじゃない。容赦なく入るぜ。なんか書いてたよな今。11時35分、あ、ふん、11時35分、これであの時計のところ行ってみよう、あの時計のところ行ってみよう。やべえ、ちょっと今回悩みもあったけどちゃんと進んでる、ちゃんとサク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 パンダではないな。あ、待って待って待って、セーブ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 、はい、書き込みにして、で、ここか。あ、来た。11時35分いきますよ。はい、来ました。でも今日はここで終わる。いいところではありますよこれ。今日や結局合わなかったね。面白えな。でもそっか、シンが死んじゃったからもう結構ラストローに来てそう。それじゃあバイバーイ。クルイズキやるか。続き待ってたぜこの時を。前回はね、サクサクパンダほどでも、若干しけったサクサクパンダぐらいだったな、進み具合的には。
で、ここの秘密、謎を解いて入る前で終わったんだよね。早速じゃあ行きましょう。来た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 。こっからだ、どうなんだ。よくここ見つけたね。話がある。だいたい話があるって友達に言われた時ってさ、いい話の時があまりないよね。さあどうなんだ。おい、話があるんだろ。こんな狭いところで話すのもなんだし、隣に移ろうよ。別に逃げたりしないさ。うわ、もうおかしいもん。こいつ若干笑顔で言ってるのがおかしいもん。もう悪いことやりましたみたいな感じじゃん。なになに、セーブ、セーブしていいの。セーブしよう。うん、セーブしよう。ちょっと、ね、なんか危ねえぞ。調べてる場合じゃない。ごめんなさい。はい、調べません。さあここからか、話し合いか。で、話って、シンがどうなったか言わなくても分かってるよな。あいつの腕、刃物で切られたような傷があった。あれ、お前がやったんだろ。うん、そうだよ。な、いや、なって、お前がやったんだろって確信持って言ったんじゃねえのかよ。まさか本当にやったのかいみたいなノリってことだよね。ミチルとしては嘘であってほしかったってことなんだもんね、多分この反応は。何驚いてるの。もう気づいてるんでしょ。だったら隠す意味なんてないじゃないか。そんなの時間の無駄だよ。いい笑顔だ。なんでそんなこと。今のお前と同じだよ。お前がやったんだろって自首しろとかうるさいから少し脅しただけ。ああ、そういうことね。その他のやつらも京也がやったけど真にバレてたってことなのか。でも勝手にパニックって自滅すんだもん。笑えるよね。笑えねえよ。ちょっと待て、自首って、お前まさか。正解。なんでかは知らないけど僕のこと勘ぐってきてね。公平は変に勘がいいところがあるから邪魔になる前に消したんだよ。僕だってできれば直接手は下したくなかったんだから、手は出したくなかったか、出したくはなかったんだから。何が目的なんだよお前は。確かにこいつなんでさ、一緒に来た奴らを殺してんだろうね。遊びだよ。人ってさ、恐怖を抱いた時にしか見せない一面があるんだよね。僕はそれが見たいんだ。だからこの屋敷を使ってみようと思ってね。うわー、もうやべえやつじゃんお前やっぱり。逆に今の今までよくね、普通にみんなと生活してきましたね。は、何言って。この屋敷って満月になると閉じ込められるみたいなんだ。僕先月も同じ目にあったんだよね。でも屋敷を調べてるうちに逆にすごい魅力を感じたんだ。徐々に精神が侵されそうになる。こんなに不思議で面白い場所はないってね。わけがわからない。前も同じだったのはどうやって外に。普通にロビーからだけど、理由はわからないけど僕は普通に開けられるんだよ。どういうこと。え、待って待って、でも満月じゃなかったら開くのか、そういう問題でもないのかな。だから隼人が扉を開けた時はさすがに驚いたけどね。なんかあんのかなコツが。じゃあ全部知った上で最初から騙してたのか。そうだよ。この場所をクラスに流せば隼人が興味持つのも分かってたしね。想定外のこともあったけどみんないい顔してたからなかなか面白かったよ。隼人に至っては笑いこらえるのが大変だったんだから。ふざけるな。人を殺しておいてなんでそんな平然とできんだよ。別に初めてじゃないしね。は？父親を。ね、邪魔なものは消す。そう教えてくれたのはあの人だ。狂ってる。自分の親なのに。狂ってる。狂ってる。今日や。今日。狂ってると書いて。京也。なるほど。こいつの本当の京也っていう感じ、響くじゃなくて狂ってるなんじゃない？ねえ、京也くん。じゃあお前はどうなの？え？お前、母親のこと嫌いだろ？
心配してるようなこと言ってるけど、本当は母親の束縛から解放されて安心してるくせに。もうその反応違くないよ、みちるくん。その反応はね、正論言われた時の反応だよ。違うわけないだろ。現にあの母親のおかげで誰も前には近寄らなかったじゃないか。ようやく普通の生活が送れてるんだ。そんな日常がまた壊されたらたまらないもんな。だったら一生病院にいてくれたら、いっそのこと。黙れ。ほらね、誰にだって隠れた一面があるんだよ。それを抑えて自分を正当化してるだけ。確かに京也の言ってることもわからなくはないんだけど、わからなくはないんだけど、京也の場合ちょっとな、レベルが違いすぎるんだよな。まあいいや、もう潮時かな。なになになに、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ふっ、あー、斧ですね。はい、皆さんこれはですね、斧ですね。あ、斧ですね。いや、待てよ、ここに新岡さんたち呼べないかな。お前がいるって言えば誘い込めるかもな。せっかくの満月なんだし、最後まで楽しまないとね。どうや、悪いけど僕はまだ遊び足りないんだよ。くそ、ドアを開けられるのも時間の問題だ。どうにかしないと。しない、あ、これ使おう。まあそりゃ勝てないよね。あ、こっからよかった。ドアを開けられるのも時間の問題だ。どうにかしないと。これだ、これ使って頭にドン、これ使って頭にドン、これ使って頭にドン。殺しましたね。これちょっと待って、殺…待って、みちるさん、これ殺しちゃってないですか。はあ、これで。うわあ、テーブルクロス、ちょっと待って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 、これだこれだ、これなんだこれなんだこれなんだこれ、何、しまった。かっけえ。あ、押してみよったら、あ、なに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 、これだ、なんかわかんない、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、来た。はあ、はあ、これ合ってんだな、これ合ってんだな。全然わかんねえわ、探すのが。気絶してるんだよな。くそ、なんなんだよ、ここに来てから意味わからないことばかり。なんでこんな、もう嫌だ、もう嫌だよね。いい加減頭がおかしくなりそうだ。いや、ここに来てまだ頭おかしくなってないだけでね、十分だと思うよ。もう嫌なことだらけだろう。友達亡くなるわ、幽霊見るわ、こいつおかしいわ。早くこんなところから出よう。今日やの話が本当なら扉を開ける方法があるはず。それが分かれば。いや、持ってきたんかい。え、だったらさ、なに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 、あ、おじいちゃん、優しそうなおじいちゃん、ここにおいでって感じだったら武器も取ったし、いやいやいや、せっかく取ったんなら斧でさ、足だけさ、切ればよくない？斧で。ちょっとグロいかな。俺の考えグロいかな。これさ、なんかありだと思うんだけど、足だけ思いっきりさ、もう動けないようにして、斧でね、やればいいんじゃないかな。とりあえず足だけ、殺さないように。セーブすっか。書き込み、はい。で、なんかあんのか？血のついた布、問題集。本が雑には扱われている。京也がこの屋敷について調べた。屋根裏と地下がある。防空壕に屋根裏と書いてる。あ、影の間っていうところから防空壕に行けんだ。で、3階の今から屋根裏に行ける。なるほど、これ忘れんな多分。あ、おじいちゃん、あ、なんだ、何かが隙間に入ってしまった。
え、まさか布に何かあると思わないか、どうにかして取り出せないか。ねじ巻き。待って、これは多分ね、ここにあるやつだと取り出せないと思うんですよね。だからちょっとなんか細いものを持ってくればいいのかな。ビリヤードのやつ持ってくればいいのかな。え、さっきの人が気になる。はい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 、斧でしたね。斧ですね。ごめん、もう何にもわからない。一個一個使ったらなんかできたわ。穴が大きくなったが、斧が刺さったも抜け出せなく抜けなくなってしまった。あ、来た。あれ、ここさ行ってなかった。わ、思い出せ。ちょっと待って、セーブセーブセーブ。こっちにしとくか。待って、これはねカットかな。あ、来た。はい、来た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 、ここだ。アイテムで使って入ろう。うわ、広し。割と広しだな。ここか。黒の日記に、古びた黒い表紙の日記。ちょっと黒の日記はあれか、ご主人様が7月11日失態だ。両生二人に脅迫され金銭を工面することになった。彼らに遺体の隠蔽現場を目撃されたらしい。今はおとなしく条件を飲むのが得策か。そんなこと日記にわざわざ書く、証拠残してるのもんだぞ。だが幸いなことに、彼らは僕が殺害したと思っており、小夜子のことは知らないようだ。全てを知られたわけではない。それにしても友人の死を利用し自分の利益を望むとは、人間の愚かさに大人子供は関係ないのだろうか。関係ねえよ。9月2日、だいぶ経ったね。今日も彼らに要求された。回数を重ねることに内容がひどくなる。歯止めの効かない彼らを野放しにするのは危険だ。そろそろ終止符を打たなければ。しかしこの量で3人も行方不明となってはさすがに怪しまれる。あー、その2人を殺そうとしてるってことか。未だ小夜子の精神が穏やかではないときに僕が警察に捕まればさらなる苦痛を与えてしまう。彼女を1人になんてできない。一体どうしたらいいんだ。僕が彼女、小夜子の心を守れるのだろうか。ほわ、あー気になるな。この黒の日記3が気になるな。で、一応いろいろ調べてっか。小箱には何かをはめるようなくぼみが4つある。4つ。それだったって思ったのは何もはまんなかったわ。さ、鏡です。額の額の左右にボタンのようなものがある。はあ、あー、まだ勝てる。四角形の石。おう、これ何？チェスだ。精巧に作られた駒からし、結構値がするものだと思う。あー、ここはめてみれるのかな。はめれない。四角形をした。待ってくださいね。待って、ろうそくに火とかつけれないの？つけれない。1階の東館、ちょっとこれも行ってみるか。おお、びっくりした。何ですか、もう。なんだ今の音。東館の方から聞こえてるな。まさかあいつ、あ、そういうことね。京也が動き出したってことね。ちょっと待ってね、俺今ここどこにいるか分かんねえんだ。一旦セーブして、ちょっとさ、ここの京也のところ行く前にこれが気になるんだよね。色の違うピースが1つあったけど、もう一つ必要。もう一つ必要。もう一つがどっかにあるって。まあとりあえず京也のところ行くか。お、びっくりした。何、もう全部にびっくりしたって言っちゃうな。あ、壊されてる。あいつ出たのか。いや、あいつすごいな。だからさ、斧で足だけぐちょぐちょにしとけって言ったのに。くそ、冗談だろ。でもこれ多分下に行ったらなんかが進むな。あった、ほらね。あ、なんだなんだなんだ、ちょっと待って。こっち気になるな。箱の中が空になってる。一体何が入ってたんだ。で、ここは見かけの、あ、待てよ。見かけの間みたいなところあったよな。ちょっと待って、そこどこだったっけ。そのマンス、待って待って待って、セーブだな。
セーブしてどこだった？あ、ここじゃない、ここだ、ここだ、ここだ。何かをはめる、これじゃない？来た、開いた、入った。ヒロシ、ヒロシだ。ギシギシ、あ、来た、黒の日記さん。気になるって言ってたこの黒の日記さんが読めるのが嬉しい。古びた黒い表紙の日記帳だ。9月6日、久しく足を運んでいなかった教会へ行った。洗練されたこの空間は今の僕には眩しい。以前から異国の者が集まる場所ではあったが、今日は見慣れる紳士と出会い、古い用紙を譲り受けた。気晴らしに少し読書するのもいいかもしれない、うん、9月7日、用紙の内容はとても奇妙なものだった。生と死、そして魂に関する魔術や知識が書かれている。これは黒魔術という類の書物だろうか。もしそうなら軽い気持ちで触れてはいけない代物のはずだ。だがそれに惹かれる自分が抑えられない。うわ、抑えられなくなっちゃってんだ。好奇心が上回っちゃってるってことだね。わかるよ。9月9日、傭兵の月。あの本に書かれていた魔術だ。術によって魂を永遠に現世に留めることができると。本当にこんなことができるのだろうか。罪を犯した僕と左翼はこの先破滅の道しかないだろう。もし本当に魂を留めることができるのなら、左翼と一緒にいられるのだろうか、この屋敷で。それが叶うなら僕は。確かに幽霊っぽいの、さよことこのご主人みたいな人出てるもんね。でもかけるみたいなやつもいたもんな。みたいなやつがかけるなんだろうけど。ディスク式オルゴール、ここら辺でも光ってるものないしな。何？え、何これ。月、家、鳥、森。ここら辺なんか気になるね。右って書いてる。月、家、鳥、緑の、この緑だって、森の、なんか左から順番になんかの、なんかの数だ。なんかの数だ、これ多分。覚えとこう。これなんか、なんかの数なんだな。覚えとこう。なんかの数、なんかの数、なんかの数ってすげえバカみたいな。他は、ああ、貿易や商談、あ、家系図。さよこ。わ、わっ。かんね、でもここも使うのかな。アキヒト、なんか気になるの別にないよね。なんか見落としてんのかな。セブスか。あーっ、びっくりした。もうさ、ダイヤルを出す数字だけでビビったんだけど。で、ということはこれが関わってきてんだ。我が血筋が道を開く。月、家、鳥、森。月、家、鳥、森。月、家、鳥、森。月。あった！はい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 、ああ、なるほど。月、2、5。で、あれ、鷹でしょ？2、5、8、4。2、5、8、4。2、5、8、4で入れてみるか。2、5、8、4。はあ！食べた！ちょっと待って、私の謎解き、素晴らしいね。終わりますよ。今日はちょっとね、いろいろイベントシーンも見れたんで、早いかもしれないけど、終わりますね。それでは皆さん、次回。これ、次回で終わるのか？まだ次回ぐらいありそうな気もすんな。じゃあ、さよなら。古い月やってか。そろそろ行って、そろそろ終わりそうな感じするよね。で、前回アイテムのこのオルゴールディスクを手に入れて、ここが確かなんかディスクなんちゃらオルゴール、ディスク式のオルゴールだよね。だったらここに使えばいいのか。来た。オルゴールディスクをオルゴールにはめた。あ、鳴ってる。何これ、何の音これ。トゥン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 トゥ。よくわかんないけど、まあいいや。これでここがなんで開いたんだ。なんかこれディスク式のオルゴールかけたら開いたってことだよね。待てよ、一旦セーブだな。一旦セーブしよう。セーブ、ここにしていいだろう。まあいいだろう。で、地下とさ、上があるみたいな感じだったよね。あ、地下か。だよね。地下だ、地下。各地下庫でね。各地下庫。はい、行こう。で、うわぁ。ちょっと待って、これなんかや、セーブがないんだよね。これ何？
調べることすらできない。ここら辺調べることすらできない。はセーブ、ナイス。下でいいでしょう。で鍵がかかっている。奥に見える扉の鍵には札が貼られている。あれ、あの札2階にあった金庫と同じ札だな。あ、2階にあった金庫と同じ札。2階にあった金庫、覚えてるわけがない。え、待って、2階にあった金庫に行くの、わかんない。ちょっと待って、思考する。今調べられるのはこのくらいか。仕方ない。だったらその2階にある金庫っていうところに行くしかなさそうだな。待って、セーブして一旦じゃあ、あ、待って、絶対にその2階にある金庫まで時間かかるからカットするわ。ボイスタイム、カット禁止、カット禁止じゃねえやカット禁止じゃない、カット禁止、カット中止、カット中止。なに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 、え、あ、今日やか。落ちた。今のうちに逃げよう。音を立てないように慎重に。走っちゃダメってことだろうな、これきっと。待って、これさ、シンプルに考えてさ、もうそこにバッて閉めて、なんかこの机そのまま引けばいいじゃん。待てよ、歩いて歩いていくわ。え、え、俺の何が悪いの今の。皆さん、私ね、一回死ねば気づく男と言われてるんで、もう分かったわ。これ音を立てないように慎重にって、走る走らないの問題じゃない。このね、多分だけど、この黒い部分、床が黒い部分、あ、皆さん、私一度死ねば全てを理解する男と言われてるんで、ここはね、もう分かったわ。このね、多分ね、少しでも黒い部分があると音が鳴っちゃうんだよ。だから、大丈夫だね。で、このオルゴールの下も、実はこれ黒いんだよね、微妙に。で、ここ行けないから左なんだよ。行った左、行った左。で、上上上、左左左。で、この髪の下もちゃんと微妙に黒い。で、ここ遅く右。これ多分下もね、多分黒い。全部、黒い。白い、白い、白い。で、右、右、右、下、下。出る。出る。ほらね。え？オッケーだね。セーブしたい。セーブしたい。あ、なにこれ。彼岸花の鍵？あ、彼岸花？彼岸花ってここら辺なかったっけ？やばい、奇跡的に1個だけ覚えてる気がする。待って、わからなかったな。ここら辺じゃなかったっけ。彼岸花来たー。彼岸花、もうどっち、発音がよくわかんない。あ、なんだここ。あれ、なんかこんな感じの場所あったよね。俺がさ、最初セーブポイントに気づかなかったのも、なんかこんな感じの場所だったよね。ビリヤード玉やチェス、光ってる部分がないな。タンス、こっちか？ない。タンス。掃除道具。え？おお、何？何？え、今の？ちょっと待って、今の？あれ、今の骸骨だったよね？え、そういうこと？開けてー！あ、違う。これかけるか。開けてー！どうしたの？ここに隠れてたら開かなくなっちゃった！開けてー！少し待って。ダメ、開かない。こっちからも無理だよ。そんな少し待ってて、誰か呼んでくる。やだ、そんな一人にしないで、怖いよ。でも誰か呼ばないと無理だよ。大丈夫、すぐ戻ってくるから、すぐ戻ってくるから。絶対だよ、早く戻ってきてね。そういうことなんだ。あ、これで引かれて記憶喪失になる、忘れるってこと？約束だからね。そうだ、あの後事故で俺のせいでこんなところでずっと一人っきりに、ごめん。
かける、ごめん。はっ、何、え、嘘、どうしよう、あ、待って、これ何、岸形の石、四つの石、知らねえよ、クブラが、え、ちょ、邪魔邪魔、かける邪魔かける邪魔、ちょ、ここここしかない、はい、何何来たってこと、あ、来た、今日、待って、これまたさ、ドアパッと開けてこないよね、どこだ、やばい、これ来そう、急に目だけ横からバッて来そうじゃない、あー、ほら、え、な、誰だ、死んでないんだっけ、あれ誰だ、ちょ、キョウヤ、一体何が、こんな時に、もういい加減に、今の俺に弱音は吐いてる暇はないよな、俺最後まで頑張るよ、だからもう少しここで待ってて、一緒にここから出よう、ミチル、もうそいつは死んでるぞ、今度こそ約束は守るから、あー、その今度こそじゃダメなんだよね、あの時に約束を守んなきゃ意味ないんですよ、結果的にこうなった、みちるくん、君が全て悪い、わ、あ、光ってる、え、待って、ちょっと待って、これどういうこと、どういうこと、どういうこと、誰がやったんだ、ランプ、ランプ、ろうそくマッチを使って明かりにした、もう俺の意思とは関係なく勝手にやってくれてる、うわー、え、黒十字のナイフ、まあ、最悪これで敵をギットンギットンにすればいいか、セーブして、集まって言ってるし、確か3階の今のような部屋で使えたような、使えたね、確か、怖っ、ここセーブできる、怖っ、3階の今に行くまでが怖っ、行きますね、どうやって行くんだ、どうやって3階に行こう、行き方が分かんないからカットするわ、ここだよな、もうさ、ちょっと聞いて、この BGM がすげえ気味悪くなって怖いんだけど、ここだっけ、小箱に何かをはめるような雲が4つあるだから、まず、あ、4つの石がもうセットになってる、お得になっちゃってる、4つの石を小箱にはめた、あ、何何何、セーブポイントがない、まあいや、まあまあ大丈夫だろう、うわー、でもダメだな、セーブエースと、いやダメだ、やる、はいはい、どうもこんにちは、セーブします、一旦セーブからの冊子、ここにセーブ、あったー、よく覚えてたー、いけない、これは多分順番を覚えろってことでしょ、多分そうだよね、いくよ、左右右左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 右、はい、今ねペンで書いたからね、一気に覚えてよ、あ、どっちがどっちだっけどっちがどっちだっけ、黒が左ね、黒が左、ちょっともういいもういいもういい、止まれ止まれ、黒赤赤黒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 赤、はい来た、はい来た、うわ来た、これが屋上でーす、上がったらセーブポイントがあると考えて、あえて俺はここでセーブをしない、ない、大丈夫でしょう、大丈夫だろう、
だろう、だろう運転で行きます。黄金の章、何ジパングじゃん。呪いについて呪音じゃ。黄色い用紙に紙が挟まれている。それには翻訳されたであろう文章が書いてある。来た、呪いについて。傭兵の月、月の力にていかなる魂も現世につなぎ止める呪術。月の加護を受けて領域にして、領域にて死すれば永遠にその息をさまよう魂とならん。全然何言ってか分かんない。全然全然何を言ってるか分からない。満月の日、生贄の地と心臓を持って陣を築き、月の光を捧げよう。さすれば術はなされる。術者全然読めてねえじゃないか。これを持って呪いそのものとなり果て、月はその心を映し出す呪いと化すだろう。ただし忘れるな、月の力の偉大さを。満月ならば聖あるものも封じられ、いかなるものも呪いに蝕まれん。また忘れるな、人間の愚かさを。呪いに蝕まれた者、己の影に食われし時、解放を得られん。そして忘れるな、秩序に抗う虚しさ。魂の輪廻に背き、狂いし月の呪いに触れた魂に安息などありはしない。罪と影を宿し、神への道は儚いものと知るだろう。かっこいいこと言ってるっていうのは分かるんだ。かっこいいこと言ってるっていうのは分かるのと、なんか変なことをしたら自分もおかしくなっちゃうよみたいな、なんかそんな感じのこと言ってんだよね。すごいな、難しいことをバカな風に翻訳する天才だな俺は。その後は黒魔術に関する調査や手引きが書かれている。これだ、これがこの屋敷にかかってる呪い。満月ならば聖あるものも封じられ、いかなるものも呪いに蝕まれん。満月って今日やの言ってた通りだ。この通りなら呪いに影響を受けることで外に出られることができる。カイドウや今日やみたい。冗談じゃない。あー、そういうことなんだ。他に方法があるはずだ。呪いを解く方法を探さないと。でもこの最後の一文、狂いし月の、狂い月だね、狂いし月の呪いに触れた魂に安息などありはしない。気になるな、どういう意味だ。はい、あ、はい、儀式の計画書。何、儀式の計画書ってすごいな。ゼラの儀式か。黄金の書の通り、次の満月の日に儀式を決行する。場所は御影の間にある地下。元は防空壕として用意されたものだが、今は疲れていないので周囲に悟られずにことを進められるだろう。あ、御影の、でもさ、あれ京也が、あ、今日でも殺されたもんな。儀式で必要なものはまず、何これ、何となる生贄のよりしろ、何これとなる生贄の心臓と陣を描く地、そして月の光。まずは生贄となる人間が必要だが、それはもう決めている。二人もいれば十分だ。あの二人か。だが月の光は地下には届かない。そうだよね。しかし魔術書にあった月のご法陣、何、光のご風景みたいな感じを用いれば、月と地下の魔法陣を結びつけ守ってくれる。ならばそれを月の光が当たる場所に描けばいい。儀式が成功し術が完成すれば、月の光が絶たれたとしても、なんていうのこれの守りが弱まるだけだが、地下の、もうこれさ読めない感じで何回も落ちてくんじゃねえばか。破壊されたら全てが終わる。地下への入り口を厳重にしなくては。やるべきことはまとまった。術を完成させ、その後この屋敷で小夜子と共に生を捨てるだけだ。地下、確か鉄格子の奥に扉があったな。あの奥に呪いの元凶である、いや、これすげえキーワードなんだけど、そのキーワードが読めねえ。いや、キーワードが読めない。守るための月のご法事、いろんな部屋で見かけたあの変な模様。あー、あったねー、ぐるぐるって言ってたやつか。力の呪いの時にはまず月のご法事を何とかしないとダメみたいだな。なんとかあれを消す方法を見つけないと。あ、まだある。あ、来た、これで揃ったよ。だから一旦セーブしたいよ。怖いな。セーブするわ、セーブする、セーブする。セーブシーンのこれだよね、ご法人的なやつ。進んでるね、すごく進んでるね。なぜか消せそうにない。だったら先にこのパズルピースをゲットしたから、パズルピースを行ってしたかんだら、パズルピース行ってパズルピースのところ行ってきます。ここだよね、これだよね。あ、持っていたパズル飴、外したパズルを手に入れた。並び替えてみよう。うわこれどっちにしろもう絶対無理、これ俺絶対無理なやつ。あごめん、なんでもない、できるわ。はい、できた。ごめん、なんかさ
横に行ったらそれが隣に行ってみたいなやつかと思ったら普通に外して入れてたね。パズルピース3を入手した。パズルピース4を入手した。はっ、うそーん、あのエッチな絵のところが入ろう。うわっ、緑の日記にこんなところにある。9月12日、旦那様が次の満月の日に黒魔術を行うとおっしゃられた。最初は理解できなかった。でも日に日に弱っていく旦那様のお顔を見ると、冗談を言っているようにも思えない。旦那様の奥様に対する思いは分かっているし、その覚悟も感じられた。計画の内容は恐ろしかったけど、私も罪に加担した身。もう後戻りはできない。9月17日、満月の日まであと数日。旦那様は地下で着実に儀式の準備を進められている。私も旦那様に従いことを進めている。忠実だね、君。そして明日、旦那様は黒魔術の生贄として例の学生を呼び出し、自らの手で。今の旦那様は以前のような優しい面影が感じられない。それでも私は旦那様と罪を重ねていく。そう自分で決めたから。重たいね。旦那様、人は変わるよね。はい。おお、誰誰誰誰、殺された子かい。はっ、セーブポイント、セーブすればよかった。うわ、殺しちゃってんじゃん。しかも割とぐっちょりいっちゃってんじゃん。よし、これで。奥様、お待ちください。秋人さん、何を。その子たちは。小杖、誰も入れるなと言っただろ。も、申し訳ありません、旦那様。ですが奥様は。あ、女だったの。これ見かけ、あの執事の人、なんかお前よく分かんなくなってきちゃった。秋人さん、どうして。小杖も説明してちょうだい。すまない。お、奥様。彼らの遺体を運ぶ。小杖はサイロコアの部屋に。満月の日まで彼女の面倒は任せる。はい、かしこまりました。お願い、ここから出してちょうだい。も、申し訳ありません。俺完全にずっと男だと思ってた。旦那様のご命令で奥様を出すわけには。どうして、あの人は何を考えているの。あなたは知っているのでしょう。旦那様の許可がない限り言うわけには。待って、お願い、せめて私の日記帳を持ってきてちょうだい。え、日記帳でございますか。お願い、せめてあれを。お願い、お願いよ奥様。その日記帳に何か書いてんの。全てが書いてんのかな。またか。これ光ってるところ調べ、うん、何かを編めるようなくぼみが4つある。また光ぬ、あ、なんだこの黒色で塗りつぶされてるのは。ちょっと待ってね。光ってるところ調べたいところなんですけども、なかなかいい時間なんで、一旦戻ってセーブして今日は終わります。次回は、セーブポイント結構遠いな。次回じゃセーブ、やっぱりちょっと次回戻ってくのめんどくせえからやっちゃうわ。これまあ、そんな時間かかん、封印について、長そうだな。封印について、封印の札。以前教会にあった書物にて気になる記述があったのを思い出した。聖なる魔術により作られた札を使えばあらゆるものから守り、悪しきものを近づけないと。その封印を解く方法も特殊だ。神聖な力で清められたものでないと封は解けないらしい。神聖な力で清められるもの、水や水晶などといったものだろうか。そんなものは滅多に手に入るものではない。え、水ってそんなに手に入りづらいもんなの。もしかしたら地下のあの場所を封じるのに使えるのかもしれない。その札を錠前にでも利用しようか。錠前の札って地下の扉で見かけたあの札のことか。確かあの札と同じものが2階の金庫にもあったな。厄介だけど封印の札を解くものも見つけないと。2階の金庫の話を一気に忘れていました、私。2階の金庫ってどこなんだろうっていうところで今回終えよう。これが、あ、なんか今通んなかった。違う、あ、通ったよ。なんだ、すごいスピード通ってったな。まあいいや、今回ここがね、ここが一番いいところだね。はい、というわけで次回。クルイズキーやってこー。最終回になんのかな。あー、でもさ、前回からそう1週間ぐらいプレスのが空いちゃってんだよね。でもそんな時のためのこの思考するがあるんだよね。隠し部屋にあったあの図、あれが示すのはきっと。調べに行ってみよう。
もう全然何言ってか分かんねえ。これのことだよね、隠し部屋の図って。でも娯楽部屋がさ、地下に繋がってたわけでしょ。で、待合室が、あ、待合室だっけ。あ、物置なんてあった。あ、もう何これ。待って、でも待合室が上に繋がってたんだっけ。ということは物置が、物置に行けばいいのか。物置は何に繋がってんだあれ。まあいいや、物置に行くわ。物置。あーっと、ここか。あれ、ここさ、知らんべんな、あれなんもなかったっけ、ここ。俺の調べ不足だから、でかい木箱、時代を感じる、でかい木箱、時代を感じる、掃除道具、調べれない、コートが数点で、調べれましたね、何これ。またこれかよ。ピースが足りないようだ。あ、持ってるよね。持っていたパズルはめた。うわ、出た、並び替えてみよう。これさ、前回だっけ、もう絶対できないみたいなこと言ってたけど、すげえ簡単なんだよね。びっくりするほど簡単だったもんね。はいはいの、はい、完成、オッケー、はげー。しかもそっちなんだ、開くの。ここなんだ。右のこれがバッて開くんじゃなくて、ここなんだ。待って、セーブしたい。でも、うわー、待てよ。セーブがあると考えて進む、いや絶対ないよね。だって多分これさ、部屋が1個あるぐらいでしょ。ね、階層か。あれ、これさよこが閉じ込められてたよ。こ閉じ込められてたっていうか、なんか幽閉されてたみたいな感じだよね。さよこ、ついにこの日が来たよ。これで僕たちは永遠に。さよこ、はっ。え、これどういう状況。ちょっとタイム、ふっ、よいしょ。ああ、これ首が締まってるね。これ、え、自殺なのかな。これ首が締まってる、首締められてる感じになってるね。そんな、なぜこんな。僕はただ一緒にいたかっただけなのに。それだけなのに。いや、一緒にいたかっただけの割に結構閉じ込めてた感あるけどね。旦那様、準備が整え。奥様、怪しい。お前なんだ今の動揺の仕方は。なんか怪しいぞ。お前がやったんじゃないか説、今ちょっと俺の中で浮上してきたからね。僕は、あ、え、短いな。おお、まあ、とりあえず光ってるやつ調べるか。聖書、浄化の炎。古来より幾多の儀式で炎は使われる。炎は魔を払う力があれば、月光と同じく清める力もあると言われている。あ、待って、これなんかその炎が必要になってくるパーティーなのかな。月光と同じくって言ってんだったら月持ってくればいいでしょうね。月まで行って、それは現世のものではないものであっても同じ効果をもたらす。悪しき呪いに触れた魂は汚れた存在となり、昇天が難しいとされる。あ、やべ、自分で読んでてなんだ、全然理解できなくなってきた。たとえ呪縛から解放されたとしても精神に影が宿り続け蝕んでいくだろう。だが浄化の炎を持って魂を浄化すれば、魂を清め、いかなる魂も炎と共に天へとキス。はあ、なるほど。とりあえずこの浄化の炎っていうのを使えってことか。魂を蝕む全ての因果を聖なる水にて清め、後に炎を持って呪いを打ち払え。なんで急にミッションみたいに言ってんだよ。さすればいかなる魂も救われ、神のもとへと召されるだろう。お、あ、誰こいつ。こいつ誰、急にさ、何お前元からいましたみたいな感じで存在してんだよ。呪いについての最後の一文もそうだったけど、もしかしてここで死んだ人間は呪いを解いただけじゃ救われないのか。じゃあかけるたちは、でも俺がこの浄化の炎で呪いを解けばこの屋敷から解放されるはずだったら、やるしかない。少しでも可能性があるなら一緒にこの屋敷から出るんだ。聖なる水、確か手に入れた資料でそんな記述を見てような。聖なる水も必要だし、浄化の炎も必要なんだよね。で、月の月光は必要なのこれ。それが手に入ったら屋敷で見かけたご法人を浄化できるはず。まずそのご法人を浄化すればいいのか。最後は地下の魔法人、そして呪いの元凶を燃やせば終わる。あとはもう動くだけだ。まずは聖水を手に入れないと。そうだね。何だったんだよ今のじじい、何だったんだよ結局。聖水、あ、待ってよ、ちょっとさ、思考するでいいや。このナイフがあれば封印の札が解けるかも。でも水晶部分が黒く濁ってるな。清めることってできないのかな。どういうこと。あ、これか。水晶があしらわれた十字架のナイフ。水晶部分が黒く濁っている。何も起こらない。まあ、そりゃそうですよね。あー、あ
え、何すればいいんだ俺。聖水、聖水、あ、資料読めって言ってたな。全然わかんないっすね全然資料読んでも何が何だか分かんなかったっすね。ちょっとこれ俺ごめん、ちょっと探索タイムに入るわ。これ時間かかりそう普通に。ちょっと探索タイムで、あ、何これ間違った。はい、ちょっとカットします。何もほらもう来た。カットしない、やっぱり。え、こんなところあったっけ。あ、カットする。やっぱりもう意味が分かんない。なんだよもう。あ、来た、もう来たわ。どうしよう、これ微妙だな。カットしてもしなくてもいいみたいな。とても、あ、待って、はい分かった、はい分かった、はい分かった。ここが月光なんだ。ということは月光で清める。来た、完璧すぎる。ちょっと待って、俺天才なんじゃないかなって思う。しばらく置く必要がありそうだ。待ってればいいのかな。え、なんかこれさ、ちょっと場所離れたくなくない？なんか取られそうじゃない？さっきのここにいたジジイに、幽霊ジジイに。この間になんかすんのかな。ちょっと待てよ。おお、びっくりした。もう何、あ、今かける、入るか、入れないようだ。かける、あれ、かける、かける、井戸にかける、あ、火鉢だこんなところに井戸があるわけがねえもんな。着替え、着替え、ここも光とか関係ないんだ。昔の化粧台、え、え、今のかける、追いかけて、追いかけ、いや追いかける、かけるを追いかけるんだけど、やばい、もう何でもない、もう無視して。あ、やっぱ無視しないで。今の位置許してくれないよな。今の位置にカケルがいるとかではないんだよね。多分このイベントを見たことによってナイフが来ました、来ました。ナイフが白を輝いてる。うわー、黒十字から白十字になっちゃってる。ナイフを入手した。これで、え、これで本当に札、封印の札が解けるのか。一応試してみるか。まずは聖水を手に入れないと。聖水の場、聖水の場所がさ、男子寮にあった部屋の金庫。あー、金庫、金庫、金庫の話してたね。もうすっかり忘れちゃってましたよ。じゃあ男子寮の金庫行けばいいんだね。男子寮どこだよ。あった、ここだよね。のパート9にしてさ、やっと何がどこにあるのかっていうのを大体把握してきたわ。金庫は二人のもの封がされてるけど、白十字ナイフ使うことによって開けれると。いいね、結構サクサクパンダだね今日も。あ、本当に開いた。金庫の中には聖水らしき瓶と手紙らしきものが入って。手紙にらしいとかあるの？手紙は手紙じゃないの？てか聖水ここで手に入れたんだ、結構進みそうだな。うわ、もうすごい聖水、聖水って感じの聖水だねこれ。古い手紙、古そう。あ、古い手紙、かすかな希望をこれに託す。これ誰が書いた手紙なんだ。私はこの御影家に仕えるもの。あ、もう2行目でその答えが出たわ。なぜか外に出られず、今屋敷は凄惨な状況に陥ってる。これさ、俺があれだよね、男だとずっと思ってたんだけど女だったんだみたいなパティの人だよね。私は覚悟を決め、この惨劇を止めるべき動くつもりだ。そのため動ける主を地下にかくまい守ることにした。だが最悪の場合、私はこの世にいないだろう。ほう、最悪の場合だねそれ本当に。だから誰でもいい、私の代わりに地下にいる主を救ってほしい。これ主、救う、主、どっちもいいや。地下の鍵は私が持っているが、助からないと誘った場合は鍵を彼女から隠すつもりだ。あ、なるほど。じゃあどっかに鍵を隠してるから、それを探しに行くんだね次はきっと。無理を言ってるのはわかる。だがこの屋敷の異常な空気に私も押しつぶされそうなのだ。唯一の希望である孫娘のヨシコは助かっただろうか。え、孫娘のヨシコそこで出してくる。孫娘のヨシコ出てきたか。ちょっと待って、孫娘のヨシコこれ関係あんのか。孫娘のヨシコいるか、これ登場人物で後々出てくんの。彼女の安否が気がかりだ。しかしなぜ、なぜこんなむごいことをするのだ小杖。え、これ小杖がか、あ、これ小杖って最後の名前のこと。はい、もうこんにちは。あ、すごい勝手に操作してるすげえ無言で言ってる。あれはダメだ、捕まったらご法人。え、待って、ご法人の場所に行くってこと。覚えてないんだけど。うわ、何これ、ちょっと待って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 、おわ、待って待って待って、何があいつ、どこだっけ。上にあるよね。え、ご法人こっちじゃない。すげえめっちゃ説明してくれてる。ここの、
無理でしょう。これ捕まったらダメなわけじゃん。でもう一回再チャレンジみたいなのじゃなくてタイトル画面に戻っちゃうんだよね。これ無理。戻る。待って、もう一回行ってみるか。あ、もう待ち構えてるもんね。すげえ待ち構えてるもんね、あいつ。こっちじゃない、こっちじゃない。わかった。はいはいはい。これさ、ご法人こっちじゃないって書いてて上行けないから、あ、書き込みできんじゃん。ラッキー。これセーブできるのでかいな。で、じゃあ一個一個ちょっともうわかんねえから全部部屋入っていこう。ここは？あ、来た！入れる！あ、なんだ？もう、なんかあったんだな、ここに。ここにきっとなんかがあったんだ。もう、多分ここにご法人があったってことだよな。小杖、儀式は中止にする。え？小夜子がいない今、もう儀式の意味なんか。僕は何をしてたんだろう。神に背いてでも共にいたかった彼女を最終的に追い詰めたのは僕の行いだ。罰が当たったんだろう。旦那様、もう終わりだ。もう終わってません。私がいます。何を言ってんだ小杖。私はこれからも旦那様のおそばにいます。どんな時だって私がずっと。だから小杖にはこんな僕の愚行に付き合ってもらって悪いと思っている。全ては僕の責任だ。この小杖もしかしてさ、秋人さんのこと結構好きなんじゃないの？そうやってなんか今これから恋愛ストーリーに広がっていく感じなんじゃないの？外伝みたいな。君だけは普通の生活が送れるよう何としても計らう。それは誓うよ。でも僕は最高しか。あら、小杖失恋。小杖、本当にすまない。よしって。あ、やばい。目減らるんじゃない？これ減らるんじゃない？あ、やばい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 。どうして？うわ。私だって、旦那様を支えてきたのに。辛い時ずっとおそばにいたのに。どうして少しも私を見てくれないの？そんなに奥様が。泣くな、お前。人殺してんだから。奥様はいない。それでも旦那様はきっと私を見てくれない。一生奥様しか愛せないのなら、私が奥様のようになれば、うん、奥様になれば愛してくれるかしら。もうこいつやべえ。お前すごいな。俺の語彙力のなさを前面に出して言うぞ。お前やべえな。小杖を愛してくれなくていい。ずっと旦那様のおそばにいられるのなら何でもいい。ずっと一緒にいられるなら、あなたに見つめられるなら。うわっ、さよこなら愛してくれますよね、あきひとさん。セーブしたいです。はい、緑の日記3。9月22日旦那様には内密に奥様の日記帳を取りに行った。あまりにも奥様が必死に求めるものだから私は興味を持ちつい読んでしまった。確かにね、どうしてももうあれだけはって言われたら先にちょっと読みたい感じになるよね。奥様の秘密や心情、そして旦那様との今までの思い出、私の知らない旦那様がここにはあった。いや当たり前だろ。逆に知らない旦那様結構いると思うぞ。奥様だけが知る旦那様、奥様だけが、それ結婚して夫婦なんだからな。哀れみよりただ羨ましかった。自分の犯した罪を忘れ、代わりに罪を背負う旦那様に守られている奥様、それに比べ私は何。旦那様は私を協力者として求めても、一人の女性としては求めない。ああ、いや、もうめんどくせえやつになってきてる。こいつすげえめんどくせえやつになってきてんじゃん。旦那様と罪を分かち合っても気持ちは分かち合えない。どんなに頑張っても本当に欲しいものは手に入らない。私が欲しいものを全て持っている奥様、そんな幸せな奥様のためになぜ私ばかり落ちていくの。私がどんなに努力してもあの人にはかなわない。奥様がいる限り私は。日記を読んだ後のことはあまり覚えていない。気づいた時には奥様は私の足元で動かなくなってた。でもこれだけはしっかりと覚えて。日記に書くな、そのことをわざわざ細かく。奥様は最後出会った時と同じあの優しい顔で笑ってた。なぜかはわからない。今自分が泣いている理由もわからない。明日は満月。奥様はもういない。なるほどね。
息を吸っただけなのに口笛がナチュラルになっちゃう感じの俺ね。執行する。まずこの部屋でやるべきことだから、いったセーブだね。こういった多分俺にセーブをしろって言ってるんだと思う。で、これか。あ、これか。あ、来た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 。なんだ。ハンドル？ここに、ハンドル？いや。ハンドル、かけるか。先生かけた。これでオッケーか。いいのかな。なんかすごいゴミゴミみたいになってるゴミゴミみたいになってるけど、なんかゴージャン消えた。次は3、あ、そうだ、3階ね。そうそう、俺そっちは覚えてたのさ。で、セーブシーンの、また来るの。あ、来ないんじゃない。もう来るじゃないですか。うわ、一旦下まで行こう。一旦下まで行こう。一旦下まで行こう。行けなくなってる。ちょっと、ちょっと待って待って。おい、おい、待って、なんだ、なにこれ。防災と書かれた謎の仕掛けがあり、中央に四角い穴が開いてる。右、4、右、2、あ、ハンドルか。なんだこれ、もう来た。1、4、左、0。は？あ、これ下左って書いてますね、これ両方右じゃなくて、これ下左って書いてますね。で、開けるのが北し、あ、あ、閉めるのが北、開けるのが南、開けるのが南。まあ、右4、左2にしてみるか。あ、これでハンドル、右、4、左、2。何も起こらない。ですよねー。さよなら。あー、わかった。これ、バッテンで、左が4、右が2になってる。来た、そういうことだ。ナイス。ハンドルつけたときに、やる回数が変わるんだ。で、ここで、ハンドル回収か？回収できない。ちょっと待って、このまま上行こう、このまま上行こう、このまま上行こう。で、ま、行って、こっち行って、セーブして、セーブ、セーブ。セーブして、上行ける。行ける！よし！で、下行って、どこだったっけ？一番左だよね。ここだ、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 ここだ！はい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 。はい、来た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 。これでいいだろう。あ、セーブすればよかったな。ゴージンが消えた。セーブしよう。あ、来た、なんか光ってる。ここでいいよな。セーブして、白の日記、急にまた違う色来ましたね。7月4日、秋人さんからこの日記帳をいただいた。記憶が欠如して不安なら、これからはこれに書き込めばいいと。秋人さんにはいつも心配かけてしまっているわ。学生たちも心配してくれてるみたい。それなのになぜこんなにも心がざわつくのかしら。あー、これはさよこの日記か。7月5日、今日梢に部屋に飾られていた花について聞いてみた。梢はさっき私がその花を生けたと言っていた。私はそんなこと覚えていない。7月8日、病院に通い続けた結果、痴呆だと診断された。母も患っていたあの病気、あの事故の衝撃で私も発病したのではないかと。今日もあの学生が会いに来た。あの目が怖い。いや、トラウマになるよね、そういう学生さ、自分を襲ってきそうな学生とかさ。7月10日、今日目が覚めると、キートさんと梢が横にいてくれた。いつも優しい2人だけど、何かが違う気がする。いつも来てくれたあの学生が来なかった。あの学生、どんな顔をしてたかしら。思い出せない。8月19日、今日はキートさんの名前が一瞬わからなかった。怖い。このままだと自分のことや大切な人を思い出せなくなるのかしら。母のように。そうだよね、そうだよね。忘れちゃうってことだよね。9月12日、最近秋人さんは何かを調べてばかり、問いかけても何も教え、いや、まあ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 、ちょっとね、すごい中二病臭いことを真面目に調べて、結果叶えちゃうっていう奇跡の男ですからね。何か隠しているように思える。でも私も病気のことはまだ言えずにいる。私はどれだけあの人の重荷になるのかしら。9月13日、今日はヨシコと出かける約束、出たー、孫娘のヨシコ。出かける約束を忘れ、ヤクモの名前もすぐには出てこなかった。私にとって当たり前のことであるはずなのに。書いてとどめておかないとまた忘れてしまう。覚えてるうちに書かない。あ、やっぱり梢ってわ、あの日記、あ、そう、孫娘って、こいつの孫娘。大丈夫、この日記があればまた思い出せる。忘れたりなんかしないわ。それ以降は持ち主の思い出が書き尽くされている。これで全部のご法人は消えた。残るは元凶の魔法人だけ。あとは地下へ行けんの。これ地下、
もういいぐらいのところだけど、地下まで行って終わろっかな。あ、これ勝手に動いてるわ。あ、あ、俺が動かすんだ。はい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 。あ、待って、早くなってない？早くなってない？セーブ。ところどころセーブ。で、ここ、どこに行けばいいんだっけ？あ、え？お前誰？やべえ。終わろう。ちょっと、今日ここで終わらせるわって言って終わろうかと思って。やっ！ここで終わりだ！やめとく！じゃあな。古い月ラストかな。もうラストになりそうだな、今回で。やっていきましょう、テイクか。前回が、ここなんか追われてたんだっけ。でさ、ここ右出て、なんかこいつに対して、お前誰って言って終わったよね。これ本当にこいつが誰かわかんねえ。あ、ハテナハテナのままだったっけ。旦那様、奥様誰か誰なんだろう。あ、孫娘のヨシコ？孫娘のヨシコちゃん、この子。ヨシコ、どうしたのだ？なぜこの部屋が？これは誰だ？もう、おじいちゃん、優しそうなおじいちゃん系が、こいつだった、出てきたな。誰だ？あ、ヤクモ様ね。ヤクモ様がね、このおじいちゃんね。孫娘のヨシコとヤクモね。あ、オッケー。孫娘のヤクモって覚えとこう。私椅子を取りに、扉が開いてて部屋が、旦那様が倒れてて。落ち着きなさい。これはなぜ小夜子様がここ実家に帰省されていると。二人とも死んでしまったの。まあ、ていうかさ、こんな現場見て孫娘のよしこよく結構冷静保ってられ、まあ、保ってねえのかな。小夜子様はもう、ん、よしこ、アキッド様は大丈夫だ。怪我はしてるが気を失っているだけだ。びっくりした、びっくりした。ちょっと待って、音がでかくないっすか。いや、小手さん、やめ。あ、ごめんなさい。今俺やってたの男の方の役やっちゃってたな。いやって本にしとけばよかったな。ていうか、小手さんも自暴自棄とかそういう問題じゃなく暴れ回ってんじゃねえかよ。天下無双じゃん、もう。呂布みたいになってんじゃん。何が起こっているのだ。小手だと。いや、何、私、怖いわ。しっかりしなさい。いいかい、よくお聞き。お前はまず外に出て、助けを求めなさい。私はアキッド様をどこかにかくまう。アキッド様をおぶった状態で山を降りるのは難しいだろうからね。うわー、これ絶対どっちか死んじゃう。いやー、孫娘のヨシコは死なないってやつ、ヤクモ様が死んじゃうのかな。でも、私たちのことなら案ずるな。お前は私の孫だろう。自分のできることを全うしなさい。あ、孫娘のよしこね。ここでおじいちゃん、わあ不安だな。おじいちゃん、私奥様を客室に運んでから逃げるわ。こんな場所に奥様を一人にしたくないの。急ぎなさい。大丈夫かよ。あ、奥様、なぜこんなことに。いや、一人にしたくないって言ってもさ、もう自分も死んじゃうかもしんないんだよ。奥様に気使って時間使ってる間に。だったら自分が生きた方がね、奥様としてもありがたいんじゃないの。あら、奥様のポケットに何か。そんな、奥様、でももう暴れてんのこれ。ああ、そんな、何が起こるかわからない。今はここに、ここはちゃんと、うん、これはちゃんと旦那様に渡さないと。ああ、そこに行けってことなのかな、今の場所に。え、今の部屋どこだ。もう、マッピング能力ねえなー。今のは、ちょっと待って、思考しよう。あとは地下へ。あ、地下先行く感じなのか、もしかして。先を急ぐ、あ、そうだ、地下に行くっぽいな。あ、ちょっと先地下行くね、先地下行くね。おお、びっくりした。今のなんか音楽の始まり、大きな古時計だっけみたいな始まりかと思ってた。地下への道は閉ざした。これで見つかることはないわ。秋人さん、どこにいるの。これで私たちずっと一緒にいられるのよ。そっか、秋人さんを探してんのか。おー、行ったね。え、あ、待って待って
これ孫娘のよしこ？よしこ。どうしてみんなを、おじいちゃんまで、それにその姿、なんで奥様、それで奥様になったつもりなの？さえ、何この点々って、何さえなの？藤原のさえ。ごめんね、こういう真面目なシーンでふざけちゃって申し訳ありません。本当に真面目に戻ります。旦那様に何をしようとしてるの？もう嫌、やめてよ、こんなの狂って。うるさい。こいつで、ちゃ、追ってたのかよ、お前も。倒れるか。なんだ、なんか投げたな、今右の方に。誰にも邪魔させない。私はあの人と一緒になるの、ずっとこの場所で、ずっと。ねえ、どこにいるの、秋人さん。あぶいーす。待って、これセーブあったっけ？セーブまずします。セーブまずしますからの、ここら辺。来た！錆びた鍵。今ね、ちょっと待って。で、錆びた鍵手に入れたら何すると思う？セーブなんですよ。だったら取ってからしろってね。入るか！進むよ！おー、いる！いる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 よ、いるよ。あー、間違った！はい、これ終わった。あー、そんな場合ではないですよね。これは、進むってことですね。ここに。うわ、危ね、ここに。鍵がかかって、奥に見える扉の、あの札、2階にあった金庫と同じ札なの。ちょっと待って。錆びた紙？あ、来た。鍵を開けた。鍵を開ける。封印の札？封印の札？なって、待つ。1個ずつ使っていこう。あー、何も起こらない。これさ、1個ずつ使っていこうじゃなくてさ、そもそも前回やった通りにやればいいんだよね。はい。で、封を解いて。はい、あ、これで、月の鍵だ。はい、来ました。これ残ってる鍵で OK だよね。これ一応もう鍵全部使ったな。あ、勝手に動いてる。これか。うわ、急に、すごいな、なんだろう。みんな言わなくてもわかるから、急にね、このね、こんな感じのが急に来るんだね。うわーっと、いやー、逃げてる。くそ、こんなところで。なんかあるか。来るな。ああ、秋人さんか。今だ、呪いを浄化しないと。あ、動ける。え、近づかない方がいいだろう。そうだな、今は二人きりにしてやった方がいいよな。あ、待って、なんか間違えて右に行っちゃう。これを何すればいいんだ。壺の中で生臭い何かが動いてる。ナメクジだとして、先生、すべてかけていいよ、いいよ。あ、多くなった。あとは浄化すれば。まだやることがあるんだな、きっと。何かが動いてるだから、殺すのか。なんもないぞ。もうホラー来たね。今、順番にやってんのバレたかな。順番にやったのバレたかな。おぉ。いやぁ！あ、秋。これで呪いを解いた。動けないな。のか、終わったのか。え、何、もしかして呪いを燃やしたせい。だったらまずい、早く出ないと。これ奥の扉はいけないんだ。これどうすればいいんだ。セーブはいけんのか。あ、なんか、あ、セーブもない。ちょ、このまま戻ってみるね。あ、セーブ、うわ、いけない、こっちに。このまま戻るか。普通に出れるのか。おおおお、火が強くなってる。くそ、あと少し。
ケルがもしかして連れてってくれんのか。ここか。あ、全然違う人だった。全然違う、カケルじゃなくなってる。あ、え、なにこれ、これ誰君たち。あーあ、もしかしてこれここに住んでた。あ、待って、シュン、あ、今のってさ、ハヤトと公平とかいたってことか。今のそうだったのか。ここに住んでた人たちであり、全員であり、そして京也がいて、なんか悲しくなったわ。今なんか悲しくなっちゃった。あ、出れる。あ、かける。屋敷を出た後のことは覚えていない。裏山に着いたあずさたちが火事に気づき、倒れていた俺を見つけたらしい。ああ。また不思議なことに、消防車が着いた頃には炎は鎮火していたようだ。あの屋敷だけを燃やし尽くして、その後入院した俺は警察からの事情聴取を受け、真実を話した。受け入れてくれるのかな、この話っていうのを。全部は信じてもらえなかったけど、京也の家からは父親の遺体が見つかり、屋敷後には複数の人骨が発見されたらしい、うん、この奇怪な事件は世間に内容を伏せる形で処理されることになり、亡くなったみんなの遺体もそれぞれの家族に引き渡された。まあこんなのね、世間に出したらとんでも事件になっちゃうからね。そしてかけるも、よし、こんなもんか。退院か。あ、退院の準備終わった。わ、久しぶりだな。なんかかわいいな、なんか久しぶりに見ると。ああ、あとはお世話になった看護師さんへの挨拶とか受付を済ませないと。さっきおじさんがしてたよ、準備が済んだら駐車場に来なさいって。父さんがそんなことまでしてくれなくても、一緒にいなくても、おじさんにとってみちるは大切な息子なんだよ。おじさん結構警察への対応とかも陰でやってくれてたんだよ。そっか、じゃあ早く行こうか。あ、おばさんのところには行かなくていいの、同じ病院にいるんだし。あー、なんか言ってたね、おばさんが、なんかお母さんが話してほしくないみたいな。また日を改めていく。葬式に行けなかったから、今はみんなの家を守りたいし、それに今日は父さんの家に行く予定だし。あ、私も行っていい？私もカケルにお線香をあげたいから。あ、一緒に行こう。ほう。その後改めて父さんやあずさからカケルのことを聞いた。今まで俺や母さんのことを気遣ってカケルの話は避けていたらしい。未だにあの屋敷での記憶しか戻っていないけど、それでも自然と懐かしさは込み上げていた。みなも、この忌まわしい場所からは解放されたのだろうか。俺にできることはもうそれを願うことだけだ。あ、本当に屋敷が全部燃えてんだね、これで。他の森の部分は燃えてないってことだもんね。今回の件で一人生き残った俺を、カケルを救えなかった俺を誰も責めたりはしなかった。時が経てば忘れる、むしろ忘れた方がいいとも言ってくれた。そうだよね、なんかさ、カケルとかアキヒトさんとかの、いなんだろう、骨を発見しただけじゃなく、普通に友達が死んでってんだもんな。京也もやべえやつになってるし。でも俺は満月の日が来るたびに、あの日の出来事は忘れることはないと思う。いや、忘れはしない。自分の犯した過ちを、カケルのことを。だから俺は今日もあの曲を聴いている。カケルが好きだったというあの曲を。終わったー、終わったー。とりあえず狂い好き終わりました。ありがとうございました。
いやなんかあっという間だったな。なんだかんだ 10% まで来てるんだけどさ、すげえあっという間だった感があるわ。でね、やっぱり未だにね、印象的なのがね、京也だね、やっぱ。なんか未だにあの京也のまさかの、あの狂ってる感じ、しかもそれを先に当ててた俺、まあ俺がすごいっていうのもあるんだけど、あの京也の狂ってる感じたまらなく、やっぱあれは人気出そうだなって感じだわ、あのキャラクターは。いいね。で、もう俺先にちょっと知ってるから言うんだけど、これあれなんでしょ、エンディングがさ、マルチエンディングなんだよね。まあ制作者さんも言ってるからわかるんだけど。あ、三色パンさん、ありがとうございました、楽しかったです。これそのままタイトルに行くのかな。あ、これ、あ、ノーマルエンドか、ノーマルエンド、消えぬ満月。で、タイトル画面に開発資料室が追加されました。あ、来た。で、これは、おお、いいねー。あ、俺このタイトル画面いいね。で、開発資料室おまけ部屋は確かね、あの動画とかで載せないでくださいみたいな感じのことが書いてあった気がするんだよな。とりあえずやった人の特典みたいな感じなんで、先に言っておきます。確かもう一つ二つわかんない、一つかな、トゥルーエンドがあるはずなんで、それを次回やって終わろう。以上。狂い月最終回だ。この開発資料室行って、ちょっとエンディングのヒントみたいなやつがあったから、がっつり見てきたんだよね。そしたらね、もうヒントっていうかほぼ答えだったんだけど、続けるで、このデータかな、ここ、みんなここはあるじゃん、ここある、ここあるじゃんつって分かるわけないと思うんだけど、これね、エンディング前なんだよ、呪い解く前なんだけど、孫娘のよしこがさよこのポケットからなんか見つけて隠すみたいな、それをなんか取りに行ける状態を発見したから、そこの続きからでこうかな。あ、これ本当の間に手紙のような紙切れを見つけた。もう手紙だろ絶対、さよこの手紙、これだね。よいしょ。あなたがなぜあのようなことをしたのか今の私には分かりません。でも私のために何かを隠しているのは分かっています。私が思い出せない記憶の中に原因があるのでしょうか。ありますね。はい、ありますね。だとしたら、私は忘れることで罪を重ねているのでしょうね。私にあなたを咎める権利などありはしないわ。ここに閉じ込められてから思い出せないことが多くなってきました。あなたの名前も、ここに来るあの子の名前も、重た、いや重た。私もいずれは母のように誰かを傷つけ苦しめるでしょう。あなたが母を気遣う時の父の姿と重なってしまい、先を思うと私は耐えられません。何より私は自分を失うのが怖い。あなたや両親、様々な人と過ごした日々によって今の私がある。確かにさ、ずっと過ごしてたり、いろんな人と関係値があったわけじゃん。それを忘れちゃうって怖いよね。その記憶を失えば、死んだことと同じ意味を持つのではないでしょうか。確かに。あなたが私にくれたものを忘れるくらいなら、忘れる前に終わらせたい。何その、何この歌詞みたいな感じ、今俺歌詞読んでんじゃねえかなと思うもん。でもその前に、あの日、あの日記帳を一目見たい。あれは私の記憶そのものだから。忘れることも罪か。で、近いって終わりなんだろうけど、これを渡せばいいっぽいんだよね。エンディングの地下のところの、あれ、秋人さんのさ、骨だよね、きっと。ちょっと、もうそこまでカットするわ。この骸骨が秋人さんなんだよね、多分。あーあーって言ってるから、そうだよね。で、こいつに、この、さよこの手紙を渡せばいいのかな。いや、え？おい、ちょっと待って、おい、変な結界張ってんじゃねえよ、入れろ。あ、待って、これ今じゃねえのか、そもそも。ちょっと待って、待って、これ終わってからかな。あ、今っぽい、これだ、今だ。これじゃない、ここに最後の手紙。あー、来た、手紙を遺体の上に置いた。
ってでってって。これでいいんだよな。これでいいんだよな。これでエンディングが変わんのかな。あ、あ、秋人さん。まあいいや、とりあえず出てこう。なんだっけな、なんかエンディングが変わるわけじゃないのかなこれ。まあとりあえず出てって、ちょっとさ、前回のエンディングの時さ、公平とかをさ、俺が走っちゃったせいで一瞬で幽霊の存在を消しちゃってたから、こっちか。ここで、おっす。で、こっち行って、こんばんは、お疲れ様です。これ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 、公平とね、あー、消えた!ハヤト。で、シン。で、今日やと。ゆっくり見れたね。今回はゆっくり見ることができましたね。よかったよかった。あ、ん?これ二人だったっけ?あれ?僕、じじい一人じゃなかったっけ?あ、どうも。あ、なんか変わってる。あ、変わってる。これ後ろが実は梢さんだったらめちゃめちゃ怖いよね。あー、ここが多分変わったのかな、演出が。でエンディング、エンディング一緒なのかな。ちょっと飛ばしてみるわ。よーし、もう一個このエンディングをやってっか。おまけ部屋で本当にほぼ答えみたいなのを教えてもらったんで、ちょっと解説臭くなるかもしんないね。まずこの4つの石っていうのを再度取ることができるんだよ。でね、もう一回これをね、別の場所で使うところがあるんだって。全然覚えてなかったわ。そこまでカットに、カットばっかりになっちゃうな。この辺、あ、これの不安面がはめるトラウマ、4つの石。こんなところさ、ちょっと俺結構普通に飛ばしてたわ。確かにあったなぁとは思うけど、人形でネジがついてる、外す。で、入手して、ここで、金のネジ巻き。すると、どうなんの?するとどうなんの?あ、日差しが。ルビーの宝石。そうですね。皆さん、私、ちょっと一つですね、問題がありまして、攻略の、ヒントを教えてもらったんですけど、開発資料室の部分、おまき部屋のやつでね、これをどこで使えばいいか私、わかんないんですよね。ちょっとね、ちょっと探してくる。なんか、鬼のある部屋が、みたいなこと書いてたから、多分、般若の部屋の何かに使う、般若に使う、あ、ここっぽいな、ここだな、ここだな、これが多分そうだよな。般若の面がやたらたかざられて長い、つのが特徴的だ。で、アイテムを使うって書いてたんだよ。これは、傘かな?あ、来た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 !いや、怒ってない!怒ってない!うわ、やばいな。ちょっと待って。これね、これ、ここだわ、ここだわ。もうどうしよう、どうしよう、もう、絶対に強引に見つけた感になってんだ。何かを無理やり外し、取り外した形跡がある。多分ここに侵入した誰か盗んでいったんだろうな。待ってね。ここに、ひし形に整える、これだね。はめる。は?なんだ?あ、で、これだな。ここの、これをやると、待って、これで何も起こなかったらもうさすがにわかんない。もうさすがにわかんなくなってくる。あ、来るね。はい、これで開くんだ。これで開いて、で、どうすればいいんだ?あ、なんだ?で、これで開いて、ちょっと待って、ちょっと待って。おいおいおい!おまけ部屋見たのに俺ぐちゃぐちゃ、もう意味わかってねえじゃねえか。ちょっと待って。恥ずかしい、普通に。全然わかってねえじゃん。あ、これで行くのか?あ、そうっぽい、そうっぽい、そうっぽい。そうっぽい!ああ!
カチャ、下左上左上、はい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 、で入れるのか、あ、入るとかじゃねえんだ、あれこれもしかして、きたー、これだ、かけるのキーホルダーで、これでエンディングいかないでかけるに一回戻すっぽいんだよね。でも怖いからセーブしてから行こう。これだ、かけるにキーホルダーを戻すと、イベントではないんだ、キーホルダーをかけるの手元に置いた。これ見つける約束だったもんな。これでエンディングに行っていい気がするんだけど、これそもそもあのさ、おっ、あ、かける、おーっと、これ変わりそうだね。エンディング行くんだけどさ、そもそもあの追っかけてくる幽霊と出会う前だから、これさ結構戻し作業が多いんですけど、一気に全部カットでーす。これさ、何もエンディング変わってないんだけど、後日談的なのが変わんのかな。全くどこでどうすればいいかわかんない。あ、待って、今のかけるだったよね。いや今のかけるじゃ、いや今のかけるっていうそういう意味じゃなくて、前回までかけるだったよね。あ、待って、ここからからもう変わんのかな。ちょっと待って、もうどうしよう、もうカットしないで、とりあえず喋りながらこのままやっていこうかな。ここら辺変わらずにそのまま進んでって、ちなみにこれ手紙返してない状態なんだけど、それも関係しちゃうのかな。じゃあ、ありがとうございました、一礼 C の戻りの秋津さん一人だよね、これ手紙ない状態だもんね。こっから変わんのかな。あー、そう、はいはい、あれ今シーンなかった、あの公平とか隼人の間に全然見てなかった、もう死んだ、あ、死んだ、いや、そういうダジャレ的な意味じゃなくて、もう普通に死んだと思ってた。死ん、みちる生きてたのか。おい、何がどうなる、説明あとだ、早く出ろ。これは変わるね、これは確実にエンディング変わるね。あ、これ何、あ、なんだ、お願い返して、なんだ今、なん、今なんつったの、今お願い返してって言ったの。あ、何もわかんない何もわかんない、何も理解できてない。とりあえずやっていけばわかるかな。屋敷を出たことの、出た後のことは覚えてない。裏山についたあずさたちが火事に気づき倒れていた。あれ、ここら辺変わんねえな。あの屋敷だけを燃やし尽くして、で、事情聴取、京屋の家、あれ、これ変わんないね。そして、かけるも、今のがさ、返したってことで終わりなのかな。こんなもんか、入ればいいじゃない、どうせ見送りに来たんでしょ。ああ、そっかこいつが生きてるから、変わるのか、展開が。うるせえな、おい、引っ張んな、服伸びんだろ。あ、ボロボロじゃねえか、やっぱり。うるさいよ、二人とも。だってシンがさっきから部屋の前でうろうろしてるんだよ、不審者よ。あー、髪下ろした。やっぱイケメンって何してもイケメンなんだね。誰が不審者だ、たまたま部屋の前を取っただけだっての。シン、もう出歩いて大丈夫なのか。あ、まあな、もうしばらく寝てれば俺も退院できんだろう。そっか、順調に回復してるみたいでよかったな。おかげさまで。みちる、退院の準備終わった。荷造りはね、あとは看護師さんへの挨拶とか。誰だ、あれ本当に変わる、結構展開変わるね。父さん、明日家に行くって言ったのに。もう大丈夫とはいえさすがに心配だからな、車で送る。そんなに年の差ねえだろうな、きっと。あ、うん、あとこれ、言われてたもの探してたらようやく見つけたんだ。明日でもいいと思ったんだけど、一応渡しておく。これがかけるの日記。右閉じタイプの日記が気に入ったのか、かけるがおねだりしてきたのを思い出したんだよ。ダイヤル式の鍵がかかってるから中身はか、待って、俺そういう、え、ダイヤル、え、いや終わりだよね、これいいんだよね、俺関係ないよね。なんで右閉じ。元は左利きだったから使いやすかったのかもな。でもそれどうするつもりだ、鍵を開けないと中は見れないらしいぞ。あ、待って、
これ最後かけるが口パクで言ったのってさ、なんかダイヤルの数字なのかな。それは大丈夫、かけるに返すから。うん、あ、違うんだ。やばいやばい、考えが先走って全然意味わかんなくなってる。おや皆さんお揃いで。あ、刑事さん、あのまだ道類何か。あ、そんなに身構えてくれ、あの事件は解決に向かってるんだ、君たちを安静にしてくれればいいんだよ。はい、今日は君に渡したいものがあって来ただけなんだ。何ですか？これは、うわ懐かしい、それ私がお守りとしてみちるに作ってあげたやつなんだよ。あ、じゃあこれはみちるくんのか。そうみたいですね。まだ記憶が全部戻ったわけではないので、まあまあ戻ってないだろうな。気にせんでくれ、記憶が早く戻るといいな。じゃあわしはまだ仕事もあるし、もう失礼させてもらう。下までお送りします。みちる下で待ってるから。ああ、これでまた屋敷に行くんだよねきっと。あ、でもさ全部焼けてんだもんな。おばさんのところには行かなくていいの、せっかく同じ病院にいるんだし。あ、え、行ってくるの。え、分かった、荷物は私が運んでおくよ。ありがとう。シェン、あまり看護師さんに迷惑かけないで安静にしてろよ。かけてねえよ、さっさと行け。じゃあ私も行きますかね。シェン、みちるが言ってた通りちゃんとおとなしくするのよ。今度お見舞いに行ってあげるからね。いい子じゃん、元気に振る舞いすぎ、昔からそういうところ変わらねえな。じゃあ腫れ物に触るような扱いした方がいい？それはそれでうざいな。いや、これシン、これシンじゃなくて、このあずさとシンがくっついちゃうタイプなんじゃない？これ私の世話好きは今に始まったことじゃないんだから、諦めてさっさと元気になりなさいよね。なんだそれ、うぜえな。あ、動ける。誰だお前らは。猫系男子、3メートルの落とし穴、いや3メートルの落とし穴。そうそう、先生のように死んでたら骨折なんかしなくて済んだのに。だいぶ元気になったみたいですね。じゃあ太陽園どっか食べに行く。いやし、いや、え、みちるは何を聞いてるの。こいつらの会話そんなに聞くほどの内容かこれ。ちょっと怒ってくれるかどうか、みちるがまじまじと聞いてくれる、これ関係あるか。自分の分は自分で洗いますから。うん、4人の学生は、あれ、あの人も入院してたのか。なんかいたっけ、若い看護師。いろいろお世話になりました。お姉さん的にはもう少し、うわ嬉しい。え、若い男の子って、え、じゃあちょっと LINE だけかこっそり後で。いろいろいるね、ベテラン看護師。入院したらしいんだけど、なかなか時間が作れなくて会いに行けなかった、ごめんなさいね。相変わらず礼儀正しいわね。ここに来たってことはお母さんのところに行くんでしょ。あ、なんでこれさ、お母さんのところに行って変わるのかな、展開が。っていうかお母さんのところどこなんだろう、わからねえ。あ、あ、こっちか。あ、なんだ。あら、みちるくん、お母さんの見舞い。はい、今日は落ち着いてるって先生に聞いたんで、少し様子を見に。今お母さん眠ってるわ。あ、じゃあ眠ってる時に、じゃあ俺た、うわ、なんだ、見て、ボール、いや、お前レーザービームだったぞ。お前すごいな、レーザービーム。お前絶対将来的にとんでもない野球選手、肩半端なかったぞ。こら、病院内で遊んじゃダメって何度も言ってるでしょ。ひゃゆるいセーフルパネル、待ちなさい、走っちゃ、お早い、返せか。少し待ってて、誰か呼んでくる。やだ、そんな一人にしないで、怖いよ。でも誰か呼ばないと無理だよ、大丈夫、すぐ戻ってくるから。あ、なんだこれ。え、
待って、ちょっと待って怖すぎるな。初めて実況で喋れなくなったかも。こんなに展開を満たすぎて実況というものを完全に忘れた。そういうエンド？そういうエンドなんだ。鳥肌がすげえ。あー、これはちょっとかなり俺は好きだね。この終わりは好きだね。たまらないわこの終わり方。お前らは誰だ。いや、いいと思うよ。かなりいいね。いやー、制作さんもうびっくりしました。さすがにびっくりした。ありがとうございました、三色パンさん。なんか未だに鳥肌が収まらないな。あ、トゥルーエンドかける月、すごいね。バッドエンド的な終わり方だけど、あれ、これがトゥルーエンドなんだね。あー、終わった。あ、終わった。うわー、変わってるー。おいや、面白かった。というわけで、もうサクッと終わります。これにてクレイズキ完全に最終回となりましたね。またいつかどこかでお会いしましょう。楽しんでもらえたら嬉しかったで、嬉しかったですね。嬉しいですね。それでは見てくださって皆さん、そして制作者の方が三色パンさんですね、ありがとうございました。バーイ。